金村よしあきの映画トゲニセイこんにちは金村です皆さんこんにちは MBS アナウンサー井上正夫ですこんにちはミーハンことアシスタントの桜にえです今日もよろしくお願いします暑いね,暑いすねもう梅雨は何これ開けんのもう開けたの 最近あの梅雨なのか梅雨じゃないのかもわからなくて今、もう真夏やるか、暑さはね、暑さ僕ね、金曜日7日ね、もう来て。はい。であのジョイックスオープン、メインステージ、えメインステージ、ジョイックスオープンやったっけ、ジョイックスメインステージやったどっちやったっけ、ワンデートーナメントね、その練習ラウンドだけ付き合って、8日がプロアマやねんけど。 クラマーにはで、はいうんと、7日の金曜日に、だから行った来たりでね、もう暑い、暑くて10時ぐらいスタートして、エビナヤマトプロというのと、えレオは名前、ミオリタ、ヒルタレオ、はい、ヒルタミナミちゃんのお兄さんね、僕らであの、カレドニアンの可愛がってる仲間たちをね、はい、推薦で出していただいて、はい、練習ラウンドして、はい で、姫路行って、当然キ、うんね、キャベツで。ね。ああ、キャベツで、思いっきり食べて、頑張れ、言って、8日、大阪戻ってきて、久しぶりにね、あの、姫路の駅のね、駅そばくて。あ、駅蕎麦、はい。あれ、有名やねんね。<ー>姫路の駅蕎麦。姫路は有名です、駅<ー>うどんでもないし、そばでもないし、だし、はい、も、 うどんでもないし、蕎麦でもないし。<ー>でも、駅そばっていう名前なんですね。駅の、駅のホームにある。はい、駅そばね。はい、で、新快速乗って。はい、で、車も。 ゴルフウェアがね、もうニンニクドリンク飲んでるから、もう汗で、あれ乾いたくっさいくさいやがい。ニンニクドリンク飲みながらゴルフしてるんですね。えー、<laughs> いやいや、朝いつも飲んでんね。もうニンニク注射やめて、はい、ニンニクドリンクなんか通販で見てたらね、500個分っていうのがあって、うん、それ飲んでやるから、汗がやっぱり強烈じゃなもちろんそうですよね。そう,そう、顔、うん、で、も大汗かきが、ね、大,大汗かいて、ホテルで一日泊まって次の日見たら、もうこら、 ジプシーのようにホテル一日ずつ転々とするから、はいうん、ランドリー出されへんやん。な、はい、コインランドリーやまたな。うんはいね、梅田から、はい、コインランドリー行った今、前言うてんか、電話番号登録してたら電話鳴らしてくれん、ねうん。そこバーン掘り込んで、うんうん、で、茶屋町接骨に行って、<laughs> はい、土曜日やのに。はい、ならもう委員長がまたね、あのー、 もう、私が取ってきます。代わりに代わりに。洗濯物いや、いいです。もうパンツも、パンツもあるから、いいや。ちゃんとしときます。ちゃんとしときます。ほんで、畳んでくれて、持ってきてくれる間に治療ずっとしといて。最高じゃない最高最高。ほんならもう、そこの店の人、店の人もなんかいててね。あの、年寄りにはそこ教えてくれたりすんねはい。あの、コンピューター制御やから。はい。うん。ならなんか、 金村さん来て、あの、取りに来た人が、せ、うん、骨院の院長やから、はい、どういう関係ですかです、ね、みたいなそうや。あ、そうそうや。そうやって見られんねや。お確かに。うんおう。なんか中崎町に彼女おるみたいな、<laughs> <laughs> そんな感じだって。なんかね、選択こあの、カンテレ入って収録して。はい。はい で、夜は、あの、そのままもう6時から試合見なあかんやん。はい。阪神。そうですね。ヤクルト戦。ヤクルト。リモート評論。はい。ずっと見てましたよ、土曜日。ねえ。惜しい試合でした。勝ちゲームやんかまあそうですね。岡田監督もだいぶ怒ってたみたいな。そは怒るわ、そら。は。大山もだいぶ反省してたけどね。ねだから今年、まあプロ野球でも3回目っていう。そうやで。だからね、もう逆に言うたらね、はい。 コーチ、ちょっとしっかりせなあかんわ。もう、うるさいぐらい確認せな。はい、その、基本の走塁っていうのを、ノーアウト、セカンドの場合やったら、うん、あの、サードベース優先で、ね、ねはいはい、タッチアップやけど、はい、だワンアウトやったらハーフウェイやんか。はい、ハーフウェイで、今、宇宙間とか行って、そっから足の速い選手はいけるんなら、120%、はいね、100%を超えるセーフなら行ってよしと。はい 僕らの時からずっとそれ口酸っぱく言われてるから、うん、俺足遅いけど、あんなミスほとんどなかったもんな。うん、まあだから、本当に自信がある時は行ったらいいけれども、うん、基本的にも法務政官が最優先、ね、最優先から。 ヨシンバもう行った、はい、行ってこっちカットでこっち来たら、もう挟まっておとりになって、それぐらいのことをせなあかんねんけどね。はい、まあでもミス出たらヤクルトがその代わり7月入ってね、全然売ってないんやで、率も低いんやけど、故障者も多くて、はい、ただそれでもヤクルトはあの高津監督がピッチャーを整備して、もうピッチャーでなんとか乗り切ってきて、今勝ち出してきてんねん。うんそうですね。 だから昨日も下手したらもうやられんちゃうかなというようなう最後。最近だからもう一点差ばっかりですからそうそう。それぐらいやっぱりみんな打ててないのよ。はいはい、ね。お昨日はでも森下、もう一生忘れへんやろね。ね。ね僕も中継させてもらっててね。はい。あの、最後ね、もう8回裏やんか。うん、はい。 もうゼロゼロやもう点入りそうな気せへんの連打はなさそうでしたもんね。もう大山ぐらいかな。はい、大山と森下ぐらいかな。触れてるバット見て、触れてんの。うん、で、うん、ノイジューはずーっとあのままやし。はい、ミエセスに至っては力み倒してるから、バットのヘッドが出てこへんから、うん。最近ね、止まってますね、ミエセスは、うん。あの、もっとバットのヘッドを出さなあかんねんけど、はい、ヘッドは出てこへんから、うん、あ、これは無理やな思ってて。で、向こうの勝利の系統のパターンで。はい。 もうあの、アナウンサーの人が教えてくれるやんか、12回まで。向こうは一人ずつ上げて、そんな僕知ってんねんけど。でももうあの時ね、予感して。い。言うスペースなかったけど、これ森下は、あの、気づか違うわ。木沢。木沢。木沢に試合連投でね、木沢疲れてるからシュートピッチャーやし、これうまいこと言ったら、 ちょっと甘めいったらは、うん、あるなと思ったらね、うん、僕、久しぶりや売った瞬間うわいた <laughs> おー俺もう、ね、もうね今でこそあれやけどほんま予言してて、はい、これあるわ、あるわ、ある<ー>わ思って。うん まあでもそうじゃないと試合がなかなか決まらないような、うん。だからもうしんどいのにね、もう朝からね、まあ飯も食わんとサウナ入って髭剃って、はいはい、あの天ヶ崎ボートモーターボート甲子園に行って、はいうん、イベント出演して。うん、8日は糸井吉夫、はい、で9日僕で最後あの甘ヶ崎市長と一緒に、僕は花束造って、ねはい、優勝者にね、うん、うん、甲子園やから。はい、うん。で近くやし。 だからもうすぐね、金沢くんが、あメなんやけど、シート引いて、できる、できますよ、できますよ、言って、金沢部長の奥さんが、うん、そはやっぱりすごいわ、阪神演芸がついてたできるな、思って。うでで、行ったら、ものすごい、人、全チケット売れたような、超満員やもん。いや、もう週末は今甲子園取れないですよ。ねで、0対0それこそ、たこ焼きやんか。最後、つまようじ。ね。 森下背番号1位、1> うんはい、持ってるやんか。ばっかーん、ね、言おうとして。ね、だから僕ももうなんか興奮してしもってね。はい、久しぶりや。もうこんなバチとこうね、はい、想像したように売ってくれて。なえ、はいはい、た僕、森下連れて、 うまいもん買いに行こうかな、思ったんだよ。森下行こう森下行こうって電話も知らんわ。って。森下も今、今な、興奮してるし、ヒーローインタビュー終わってるし、こんなん待ってられへんわ、って、風呂入ってんの。 う量やしな。現実的な問題なんすね。だから、森下、森下、なんかもう最高のもん食わしたいって、そういう気持ちにさしてくれた。ご褒美を。うん。せやから横おった河内、河内行こうか、み森下の気持ち、森下への気持ちが河内にいたそうそう。河内。河が、なんかあの、ひょっとしてるやつ、か、顔が。 ねうん、うん、お疲れさんしたってこう来たから、一回で。はいはい、あ、ちょうどよかった、カウチ行こうた。待っててください。次 <laughs>、ええー、子やな。はい、あの、上におる先輩らに挨拶してきます。んな待ってるわ、旅に乗り場で言うて。はい <laughs> といったで森下の代わり食べねえそうですね今日は森下す森下のおかげやでこんなねほんまやったら12回まで行くとこやそうですねかもしれなかったから9時前に終わりましたからねそうそうそうでもいい音したでその前の試合もね最後ねあの抑えのエース出てきた時も田口もうね まだでもね、キャンプの時は一番良かったね、うん、森さん。タイミングはね。徐々にその時に。徐々に近づいてきてる。はい、キャンプの時の良い,い状態に近づいてきてる。はい、なんか吹っ切れたみたい。うん、で、昨日、あの、デーゲームで、マキがまた12回にホームラン打ってるから。はい、岡田監督が珍しく同じね、そのマキ中央大学の日ちゃうかっていうの2回言ってましたからね。うん、はい。 興奮してたんちゃうだいぶ興奮してた。だからもう、岡さんも野球見てるからよ、よ <laughs>、はい、他のチームもチェックしてるから、はい、お、巻打ちよった、はって。でもね。ね先輩後輩やし、はい、中央の右バッターやし、巻、はいはい、より長打力あるという評判で入ってきてるわけ。そうですよね。本来だったら前側出そうかなって思ってたところを、こう、残したと。うん、そう。 今日は中やっぱりね、前側もそうやね。前側も最初ね、10打席ぐらい出なかった。そうですね。うん。やっぱあのスイング見たらね、もう一回ファームに行って言うよりも、もうちょっと見たいというので、岡田さんが言ってから残したらしいからね。はい。うん。森下もあのスイング見てたら、僕も一昨日見てたら。結果が全てじゃないってことですね。そう、内容やねんって。はい。だからあの人内容を見てるわけよ。はい。タイミングは取れてるか、はい。触れてるか。そうですね。そう、だから心配というかもう、 どん底がもう佐藤君やん。はい。内容がなさすぎるから。うん、で、ファームの、ファームでは売ってますってって。いや、ファームでは衝突しただけやはい。ね。ちゃんと絞って、タイミング取って、捕まえて売ってるかどうかやんな。うん だから、相手の、まあ、バッテリーの排気も含めて、自分の狙い球と照らし合わせて、これと決めたボールをいいポイントで打ててるかどうかっていうところが、そ,そうそうそう。ううだから、それで、タイム、惜しい、はい、フルスイングした、はい、ポイント、まあ、後ろにチップブチーった、はい、惜しいこれは期待できるなんじゃないね、うんうん、もう、体の中入り込まれてるし、はい、トップの位置は浅いし、もう、バラッバラやね、うん、関心も。だから、膝の開き、肩の開き、はい、もう、バラッバラ。 バラで手だけで当てに行ったらもう、突っ立ったままアウトコースのね、うん、ね当てに行ってしまうでしょほんだからもう顔の表情も、もう顔一つはもう泣き泣き出しちゃうんちゃうかな思うぐらいになってるから。うもう自分でもどうなってるか分かんないんですか、ね、と思うよ。ね。うん。これはだからもう、 はもう落ちる前よりもっとひどなって帰ってきてるから。ね。そうやね。心配でならんけど。まあでも全員で戦わなきゃいけないし、そ,ね、それは自分で乗り越えなきゃいけないことやから。はい、うん。まあ高山にしろ、一年目あれだけやって、そっから。まあ研究されますよね。研究されるけども、どうしたいや言っていろいろね。はい、責任転嫁するんじゃなくて、やっぱりプロは自分やね。はい。 俺でもやっぱり泣かず飛ばずやってね。あのー、佐々木京介二軍打撃コーチ来たらもうボロクソに怒ってくれて。はい、うん。もうほんま愛、愛情満ち溢れる回し蹴りやね。はい、回し蹴り。うそそうや。うそんな、そんな回し蹴り今見たことはないですけど。そこの時はもう愛情未知、未知溢れてたから。この人についていこう思ったもんうん。家庭帰り水やで。はい、あの練習二軍の練習して試合終わって、 家庭あんねんけど、はいはい、家帰って晩酌せなあかんやんか、奥さんもおって家庭もまだ子供もちっちゃいのに、それ8時ぐらいまでマンツーマンでやってくれんねんね、はい、で、やっぱりちょっと飯食えるようになって。うん、なるほど。うん。だから彼は今も、そういう時期に来てるわけよ。うんはい、もう下見たら、もう前川くんとか、うん、あの、もう一人、この間先週言ったの、いつぼくんなんか、すごいで、ね、うん、もう、 昨日、俺、中継しててね、はい、右バッターで一番すごい,みたいな、まあ、森下ヒーローやけども、はいはい、西淳也のスイングが一番すごいから。<laughs> タイミングといい。が、ね、三遊間にうまいこと売ってましたよね。あれも初級ね、はい、なんもん、自然に反応したよね。んで。はい、左の膝の壁見てみ、うん、全然開いてないで。うん。まっすぐ一本行って、甘いチェ,チェンジアップを泳がされて、ヘッド引っかか,かって三遊間やで。はい、一番、だからチェンジ、 あの、ピンチヒッター出て交代するけども、俺やったらそのまま歌そうかなと思うで、ね。西淳也なら。<laughs> 西淳也なら歌して、ピッチャー交代でもええぐらい。なるほどね。うん、それぐらい価値がある。いや、だから見てたらプロやったらわかるはずやねんで、はい。 だからお母さんなんかもう全部お見通しやで。あですね。うん、だからまあ、いよいよ勝負っていうところになってくると、そのあたりが、ねうん、そうそうそう,そう。他のピッチャーの使い方とは違ってくるかもしれませんね、うん。みんな楽しくね、チャレンジしようぜという野球じゃないんやから。うんはいね、楽しめ、楽しめじゃないんやから。プロは勝たなきゃいけないんやから。ヒリヒリしますよ、これから。そりゃそうやんか。はい、もう、涙するんやから。はい、あの、大の大人が。そうですね。 うん。まあ、これでオールスターまで残り6試合ということになりましたので。こんな時期でね、みんなプレッシャー感じてるようだと。優勝争いの痺れる、最後9月、10月初めだったらどないすんのよ。ね。去年のオリックスみたいね。ああ。ケツか負けるか毎日ね。で、おととしのヤクルト見た青木からか、あの、誰あの、川端から号泣してねえで、チーム一丸ね。チーム一丸となって。ね。果たして、どんなね、8月、9月が訪れるのか。はい、楽しみに したいいと思います、えー。今日も皆さんからのお便りをおいたしますおなじみの会社でお店でご家庭で身の回りで起こったええー、加減にせいなエピソードお待ちしておりますそしてもう一つ東大阪のサウナ姫ことみーちゃんのサウナ企画がございます、はい、リスナーの皆さんサウナに関する些細な質問から最近利用したサウナのお話なんでも構いませんメールで送ってくださいあてさですメールはアルファベット小文字で i t e m a e アットマーク mbs1179.com 伊てまえアットマーク mbs1179.com までお送りくださいそしていただいたすべてのメールの中から抽選でお二人の方に先週タオルのツバメタオルとのコラボグッズ番組特製タオルをプレゼントいたしますこの後夕方5時43分までお付き合いください金村よしやきの映画兼にせ AM 一一七九と FM 九マル六の MBS ラジオからお送りしています。機能性靴下のエコノレッグの提供でお送りします。週間伊藤前ニュース。野球はもちろん最新のニュースからこの一週間で話題となったさまざまな出来事をピックアップしまして熱いトークを繰り広げたいと思います。うん、ではまず週末から今日にかけて届いたニュースをご紹介しましょう。 九州北部から北陸を中心に明日まで警報級の大雨の恐れ明日11日火曜日にかけて梅雨前線の影響で九州北部から北陸を中心に雷を伴った激しい雨や局地的に非常に激しい雨が降り大雨となる見込みです土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水河川の増水や氾濫に警戒してくださいラグビー日本代表オールブラックスフィフティーンに乾杯 ワールドカップ開幕まで2か月となった8日ラグビー日本代表はニュージーランド代表の予備軍となるオールブラックス15と対戦しノートライで38対6で完敗しましたジェイミー・ジョセフヘッドコーチはメンタル・フィジカル改善しないといけないと険しい表情で語りましたドラ1森下待望の第1号は対戦金の決勝弾 9日のプロ野球はセ・リーグ首位の阪神がヤクルトとの接戦を制し単独首位をキープしましたデーゲームで2位 d n a が勝利していたため負ければ同率で並ばれていましたが2試合連続の1番で起用されたドラフト1位の森下翔太選手が8回先頭打者で初球をフルスイング左中間へプロ初アーチとなる先制1号ソロが飛び出し値千金の一発となりました 小岩地元北海道で初優勝そして旗岡は国内女子ゴルフの峰部屋三海レディースープ北海道新聞カップ最終日が9日札幌市のまこまないカントリークラブで行われ単独首位で出た小井さくら選手が3バーディー2ボギーの71で回り通算12アンダーで今季初勝利を挙げました地元北海道での優勝は初めてでプロ7年目で悲願の達成となりました また全米女子オープンの最終日、首位で出た畑岡奈紗選手は、ワンバーディー、5ボギーの76として、通算3アンダーの4位タイに終わり、メジャー初優勝とはなりませんでした。以上、週末から今日までに届いたニュースでした。うんまたドライチ、森下ね、ね待望の1号だけど、これね、やっぱり持ってるよね。はいうん あのー、持ってる持ってないってよく言うけど、はいはい、持ってない人なんかやったら、あそこでホームラン打ってもすぐ同点追いつかれたりね。そうですね。うん。あのー、それ消えてしもたりするけど、やっぱりそこにヒーローお立ち台に上がれる。はい、まあ、ね、まあ、あのー、抑え、あれやったっけ、はい 岩崎に感謝せなあかんわな、岩崎のベテランの味というのかな、ランナー出しても落ち着いて、先頭打者に打たれたけども、もう岩崎も自分で、自分の力落ちてるのも分かってるから、しつこいぐらいけん金村さん言ってましたよね、ワンアウト、村上アウトにとって、そうそう、森下をね、そりゃそうよ、もう、もうドキドキしてるよ、先頭出てね。 ヒーロー、ヒーロー間違いないんやけども、うん、これで逆転とかされる人もいるわけやから。はい、そうですね。これだから,だからやっぱり岩崎がね、はい、もう覚えてる必要なぐらい、あの、ヤクルトのあの、オスナ 押すな、はい、昨日も触れてきてんねんよ。ね、ーベース日本だったんですけど。でうち等でしょうがね、はいはい、イラ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 し、あれベテランの味やね。はい、あれ、湯浅とか、ね、勉強せなあかんわ、はいはい。投げない、ね、湯浅なんか、やっぱピッチャー心理としてね、はい、もうちぎっては投げ、ちぎっては投げ、はい、バッターが1、2、3で来てるとこ 早く投げたいね、ピッチャーって。向かっていく気持ちは強いんですけどね。向かっていくのはいいんやけど、早く投げたいね、ピッチャーっていうのは。早く対戦して、早く終わらしたい。だからもう、マウンドからキャッチャーに早いボール返せ、みたいな、僕ら見てると、あ、イライラしてるな、言ったら、もうじらしたら、崩れていっきね外国人のクローザーとか多かったですよね。多いね。うん。だからバンドの構えで弾いたりしてね、イライラさせろとか言うんやけど、もうそれをね、岩崎があの状況の中、 もう、これでもか、いうぐらい牽制するわけよ。はい、ゆっくりゆっくり。はい、もう、オスナがじれてきてさ、はい、じれてじれて、最後踏み込んでボール球空振りやで。うん、あれは見事やなだから投げるだけじゃないってこと、ね、投げるだけじゃないのよ。<ー>まあ、そこを冷静にあの場面でね、うん、抑えきれって言う方が難しいんやけど。で,ね、でも、ああいうね、あの、自分で間合いを測って、じらしてる姿っていうのは、あれを若い投手とかは勉強せなあかんわけよ。うんはい ほんでヒーローインタビューでね、なんか、長いことまたね、アナウンサーが森下になんか、ああいうこともなんか、まだ聞くか。まだ聞き忘れたみたいに、そのボールどうしますかみんなワンパターンや。お父さんお母さんにあげる。そこまで行くまであれ横で。 おさえの岩崎はずっと待って、ね、もう早うせえ思いながら、ね、ほんならもうそれよりも、途中で投げた岩貞さんの10年連続に、勝利がね、かかった。おめでとうございますと、冷静に言って最後、笑いで落として、みえちゃんのね、覚えたての日本語を言う、みえせすの真似をしてね、お先です。お先ですっていや、あれはね、ほんとね、 受けするねだからあれを、湯浅とか見てるはずやけど、あれを見てね、いろいろ勉強してほしいよな、今度帰ってきたときに、投げるだけ違うんやぞとでも藤川投手も言ってましたよ、足の上げるタイミング、膝をどこまで上げるかっていうのも何段階もあるし、そこから下ろしていくタイミングも、早く下ろすときと、ゆっくり下ろしていくときと、全部。 いわゆるその出し入れ、ボールの出し入れだけじゃなくて、その空間のね、バッターとの空間の、いわゆるこう、相手とのやりとりっていうのは何パターンも持ってやってるんで。そうやろな。はい。それも、だから、球児も早くできたわけじゃないやんか。はい、そうですね。やっぱり失敗もしながら。もちろん、あの、ボールだけでいけた時は多分そうじゃなかったと思うんですけど。それはちぎった投げで当たれへんかった時とね、やっぱり落ちてきた時は、そうやって、それがあの、ベテランのなんていうのかな。落ち着きというかね。 そういう人がおるチームっていうのは安心感あって、うん、競った時に、僕らも若手の時に、あの、セーブとやってる時に、やっぱりベテランがずっと重しで追ってくれたら、ものすごい楽やも、はいうん。なんか、負け出したらずっと勝たれへんの違うかなとか思ってしまうからね。この人がいるって頼れるところがね。はい、そうそう。はい、ほんならもう、ブライトやったら、なんとかブレントに繋げ、繋げみたいな。うんうん、回せ、回せみたいなな,なってきたら、よそも勝たれへんねんって、そんな。ね。うんね それが、もう、その経験をして、えー、みんな、こう、あ、こういうのは前もあったな、うん、みたいなんで、落ち着きが出ていくわけやからな。なるほどね。うん、でも、ルーキーで、阪神で、ルーキーで、1対0の勝利のホームランを打ったのは田淵さん以来です、うん。へやっぱ大物なんですよ。大物やねそこ、はい、そこは、そこでこうやってね、はい、ホームランを打って、お立ち台に立ついうのは、なんか持ってんね、はいうん、そういう星の元やね。うん。 うん。スター性があると。そう。うその、星の女、ね、こんなん言うたら可哀想で定義はないねんけど、はい、もうや、やってない人も、持ってないね。はい。可哀想なくらい持ってないぞ、ね。うわ、可哀想ってなりますもんね。こんな人ヒーローにしたれ、とか思うけど。はいね <laughs> ほす、ひっそりとやめていくね。ね。ねそういう人はあ。かわいそうってベンチでね、表情抜かれた時き、うん、うわ、かわいそうってなる時ありますよね。あるね、あるね。ね <laughs> まあでもそれでいくと、畑岡選手は、うん、もうあれだけ本人がメジャー勝ちたい、メジャー勝ちたいって言って、2年前は佐藤さん同じね、うん、日本人対決で負けて、今回首位で出て僕ずっと見てたんですけど、うん、最後ね、あの、いわゆる日曜日のそのサンデーバックナインと言われるね、うん、残り9ホールでズルズルズル,ズル,ズルって、 いやー、ルフは怖いですね。あの、僕らもよくありますけど、金レさん、あの、相手がミスしたっぽくて、で、こっちが、えよし、ここで爪いる、あのね、差を縮める時やと思った時に、ちょっとミスしたら、逆に相手が息吹き返して、長い方のパッと決まって、短い方の自分が外して、差が開くっていうね。マッチプレーでもよい。ね、それなね、改めてメンタルってね、 まあ大事ですけど。大事よね。だから今回日本でもね、その、北海道の芝はまた全然違うから、小祝さくらちゃんとか、あの、上位来てんの大体北海道出身の人で、慣れてる人やんか。はい。洋芝とね。そうですね。大地の芝とまた違うし。でも今回のね、あの、ペブルビーチですかアメリカのラフとか見てたらもう。いや、桁違いやな。ね、ボール隠れますからね。え見えないそんな、 だから、いかに、いかにフェアウェイに打たないかんかっていうのと、いかに距離を出さなきゃいけないかっていうのが、メジャーやねんな。だから今ね、日本でも重視されてますけど、距離、出た距離に対してどれだけフェアウェイをキープしてるかっトータルドライビングっていうね。そうそうそこがすごく重要視されるというか。そうやな。いやでも。でもやっぱりこうやって、日本の女子が二十何人今回いてる。で、半分以上は予選通過しますからね。やっぱりそれだけレベル上がってるっていう証拠よ。みんなあの、日本でニュースになってないけど、 はい、韓国なんかもう早くに、うん、もうメジャーで女子なんか、ほとんど韓国の女子やった、ね、韓国って経験せずに行く選手も増えてますからね、そう,そうそうそう、はい、日本でニュースにせえへんだけでね、もう韓国が席巻してしもてんねんから、ね、うんはい、メジャーの昔、うん、アニカ・ソレンサムが辞めてからはもう。はい アアジア人のそうですね、韓国の,その、まあね、国挙げての強化という部分で、うん、女子ゴルフは特に韓国勢が圧倒的に強いですからだから、ジョイックスメインステージオープンも、久しぶりに SK ホーが7年ぶりに来たのかな、SK ホーって今、韓国じゃ神様扱いで。うん、だって、男子ツアーでね、韓いや、ほんでレッスンが<あ>、はい、レッスンプロとしてのもう、はい 神様みたいな教えのがうまい、えー。なるほど。うちのさん何本も一回 SKO に頼んで一緒に回って教えてもらったらめっちゃ教え方下手や思ったのにな。はい、もっと左に触れ。はい、もういいから130叩いてもいいから、はいけと、えー、もっと左に触れって。まあ、合う、合わないはね、えー、あるかもしれませんけど。いや、今や韓国で引く手あまたで、うん、も SKO といえば、もう大先生師匠みたいな感じらしいよ。 なるほどね、それが7年ぶりにようやくね、うん、ジョイクス所属やから、はい、久しぶり帰ってきて、うん、言ってたわ、昨日あのう、韓国も梅雨あるんです、<laughs> えー、韓国の梅雨避けてきたら、はい、こっちの梅雨にやってしもうただって <laughs> <laughs>、大体同じ日程やさあチャイムが鳴りましたので、いて前クローズアップです大谷だ、吉田だ、藤波だ、メジャーリーグ。 メ <laughs> ジャーリーグ絶好調で前半戦終了今なん <laughs> <laughs> 今何て言った大谷だ、吉田だ、藤浪だ。<う> メジャーリーグ絶好調で前半戦終了。メジャーリーグ絶好調で前半,、はい、前半終了した。アメリカメジャーリーグ日本時間10日に前半戦の最終試合が行われまして、エンゼルス大谷選手3安打1本塁打3打,打,打点の大暴れ。うん、また関西に馴染みの深い2人の選手も躍動です。うん、日本時間の12日朝9時にいよいよオールスターがスタートします。夢の舞台に初参加が決まったあの投手も忘れてはいけません。では見ていきましょうということで、はい、まずは大谷選手。うん、もうちょっとこれはもう、 なんですかね、どう表現していいかわからないです毎日打ってますから、ね、もう毎日毎日、どの試合かわからへんぐらいのね。 ニュースの取り上げを各局、全局、全マスコミが、もう大谷翔平流しときゃ数字取れるみたいな、化粧品の CM 出るから、もうだからずっと大谷君が出てるんですよ、ずっと大谷君、本当、だからもうどの試合で、また同じの、土日なったらまた1週間の分が出てくるから今、7勝4敗で、防御率は3.32、そして打者の方では3割2厘、ホームランが32本だ なんかもうちょっと考えられないですね,でも,ねでも大谷翔平みたいな選手もまた出てくるようなことを違う、ほら、言ってるもんな、うん、そうなんでれは日本の若い選手って、やっぱりそれはね、誰が一郎が出てくる思った、誰が松坂大輔が出てくる思った、その中で大谷翔平みたいな、とんでもないのが現れたっていうことは、まだまだこれ、現れる可能性はあるいうこと。 <え>だから昔の人はみんな我々の時代が一番すごかったとかあんな嘘やって。うん 俺はもう意気承人やねんから。入ってきたプロ野球とずっと見てきて、今も見て今の大谷君見たらね。そはもう意気承人やんか、俺が実際プロに関わってきて。ね。88歩しかなかった球場でやってたんやから。それがもちろん長くあるように見えてたそうそう、でかくあって。まあ飛ばないボールとか飛ぶボールとかもあったけども。ね。昔は冷蔵庫で冷やして飛ばんようにしてたチームもあったしやな。そういう野球をやったり、サイン盗みばっかりして たような時代からやで、<laughs> 外野にアベック2人で白い T シャツが立ったらカーブとかな、大阪球場で絵をやってたような、<laughs> もうそんな野球から、やねんからもう今やだから本当にそのね、うん、わざと力と一郎みたいなのが出てきて、はいはい、両翼100メートルで、ライトは下手くそが言っとけ言われて、ね、今草野球でも、ライトで8番言うたら、うん 一番下手が行くとこやったの、はい、昔の野球は。うん、それが一郎選手が活躍したことにって、エリア51ですか、うん、あのね、ライトのポジションがね。ライトは三塁打多いし、ーー一番肩強いやつやないとあかんと。はい、うん。そう言われるような野球になり。鼻ですもんね、ライトはね。野球になりやで。ね、で、今やっぱり大谷翔平というすごいのが、ね、はい、もうとんでもない次元違うのが出てきたおかげで、 俺は大谷を目指すんやっていう子供が絶対いっぱい出てくんねんから。そうですね。エースで4番、俺が行く、俺が行くと。うん、ね。じゃあどうぞとかみんなそんなやりながら <laughs>、ね。<laughs> まあ、うん、あの、それを続けてるわけですからね。もともとエースで4番はいっぱいいたわけで、うん、はい。どっちかにみんな絞っていくんですけれども、うん、それを今も続けている大谷翔平選手。はい、オールスター前の32本塁打と11盗塁。えー、2021年に続き2度目。 これは大谷選手だけが残す MLB 記録ということで、うん。3塁打もトップでしょ、はい、今。そうなんですよ。で、レッドソックス吉田選手、打率3位の3割1クリン7試合連続34度目のマルチアンダーを記録しまして、イチロー選手が5度記録したメジャー日本人選手の最長記録に並んだということになりました。うんえー、3割1リン四44打点10本塁打、10本目はのグリーンモンスターを超えていくというね。うす,ごすごいホームランでした。はい。で、そして藤波慎太郎。うん。えーこれは もう、はい、この局でしかニュースせえのちゃうか、<laughs> 今、聞いたことなかったで、ここの局のこの放送作家しか取り上げないという <laughs> ね、ねいやだから本当だったら、大谷だ、吉田だ、千賀だってくるはずなんですけど、うんね、藤浪だって、びっくりしたん俺、だから、うんはい、えーって、何したんやん、思って、<laughs> 何やったんやん、思ったたただ、藤浪投手も6試合連続無失点。うん 何イニングえっイ,イニングは書いてないです <laughs> 1イニングとかしか投げてないでチームトップの5勝チーム何敗してる <laughs> アスレチックスのだから頑張って先発させてもらえてたぶんね27勝65敗とかそれぐらいじゃでそうやでもう今やメジャー3 9球団の中でも恐ろしいお荷物9団言われててそこで先発させてもらえへんねんから防御率は9.00まで下がってきました下がってきて9.00いったら10超えてましたから10超えてたよまあでもねこれを続けていけるかどうか次次 先発のチャンス来た時に、5回まで試合続け、ねはい、で,でした。25勝67敗でした。うん、そうやろ、はい、そうやろ、はいはい、ぶっちぎりの最下やで。67敗。メジャーの最下。で、で何エンゼルスも全然やばエンゼルスもだって今、10戦で9敗。 チーム故障者だらけで、一気に急死た。い勘違いしてニュースで、なんでも大谷、エンゼルスやだからやっぱり、前回も紹介しましたけど、なおエンゼルスは、何対内で負けましたということになります絶対優勝したい、東谷は。で、メッツの千賀投手もね、シャーザーを上回る防御率3.31ということで、大体選手としてオールスター電撃出場ということになりましたやっぱり吉田をね、もっともっとかっこいいんじないな。 1>, 1年目やで、カスマルですよ、WBC あってから、はい、WBC でも4ばんって、はい、あれだけ活躍して、初めて見るピッチャーで。ね初めて対戦するピッチャーで、はい、この間160キロデッドボール食らいって、うんはいね、出てきたらすぐ打ちまくるんやで、まだな。ねいはい。えー、また続報、どんどんお届けしたいと思います。うん、以上、週刊伊手前ニュースでした。金村よしやきのエ AM1179 と FM906 の MBS ラジオからお送りしています。 では、メッセージご紹介します。埼玉県からいただきました。ラジオネーム赤太郎さん。ラジコプレミアムで埼玉から聞いています。今、地元の埼玉県埼玉市の気温三十七度。本当に暑いです。ちなみに所沢は三十八度です。関東はやっぱり高いですね。あの。特にね、埼玉の熊谷。はい、もういつも、あの、ギフト張り合ってるぐらい。そうですね。あの、茨城とね、埼玉のあの辺り。ね。熊谷。 太平洋ナー僕のホームコースあるとこね。はい。暑いのよ。まあまあ毎年この時期になるとね。だから、あの辺は熊谷の駅なんか行ったらもう水、あの、風水みたいに。ミストシャワーみたいに。ミストシャワーみたいに、駅前に行ってる。ねえ。ちょっと38度はね。ねえ。体温やん。体温、体温で38度やったらもう学校休むで。そう、虫んどいですよ。なあ。 こちら、うん、ラジオネーム、こすりすぎさん、えー。金村さん、昨日の尼崎センタープールからの甲子園、お疲れ様でした。はい、はいえー。トークショー、残念ながら仕事のため、えー、間に合わなかったのですが、うんえー、昨日の優勝戦の12レース後に、金村さんによる優勝選手に花束贈呈があるのを知り、うん、なんとか12レースに間に合いました。あそうん。先日、大雨から、はい、先日番組からいただいた絵かけにせタオルを持って、金村さんの登場を待っておりました。<laughs> が、優勝した片岡選手に花束贈呈 <laughs> すぐに舞台から、 下がってしまいましたね、その後、甲子園での改札だったんですね、そうなんですよアイドル並みの移動、お疲れ様でした。いやいや、その次、新しい尼崎市長ね、まだ若い君と同い年やで、41歳か、2歳、44ですね、44か、男前なね、で名刺交換して、裏でね、もうなんか。 浜田山、杉並区僕も住んでました。あ、えー、あ、そうなんですね。あんまてねえっ、はい、て、浜をね、はいうん、今、まあ、浜崎が住みたい街でね、うん、上位になるようになってから、はいうん。そうですし、今だって芦屋市長も26歳。そう,そ,うそう、最年少でしょそ。そう、だからね、やっぱりこう。うん まあ志ある若い人たちがどんどんねいやもうそうなっていくはずやで日本がそう昔ねやっぱり自治体ってどうしてもね何期連続とかでまたなんかニュースしたらおっさんがセクハラしたやめへんしひどいですねもうやめへやんってそういうつもりじゃなかったそういうどんなつもりでって触っとんね俺も触りたいのどんだけ我慢してる思てんねん偉いですよ偉いな我慢してる金村さん偉い何おるんてこのスタッフでも女性 まあ片っ端だったのかなと思うんやけど <laughs> <っ>どんだけみんな我慢してねいやいや金村さん自制心があるのはやりですぐっとこらえてぐっとこらえてんのにこ、うんはい、の70や80なったじじいがもう、うんはい、何を言ったら言い訳するっていうねそ,<の>ねえそうかりうて改革せなあかんてそういう意味では世代交代なのかね人が変わるっていうことがどんどん進んでほしいなと思います、うん、夕方も夕方も パチッエムラジパチー平方の車工房カースタジオファイブの提供でお送りしますお便りええ加減にせえ会社でお店でご家庭で身の回りで起こったええ加減にせえなエピソードを吐き出し少しでもスッキリしていただこうというコーナーですはい。最初はこちらええ加減にせえ こちら、ひら市の怒かりまさんから頂きました。えー、さっきまで用事で買い物に出かけていて、雨が降るのが分かっていたので、はい、ずい。随分前に主人に洗濯物入れておいてって電話でお願いしていたんです。うん、そして帰ってきてから雨風がすごいので、うん、ベランダの雨戸を閉めようと、ベランダを見たらなんと洗濯が取り込んでなく、うん 風で私のパンツが飛ばされていることが分かり、急いで近所を探したらありました。<わ>びしょびしょになりながら戻ってきたら、主人が私に、 そんなに濡れてどうしたんやって、ノンキーに言うではありませんか。<笑><笑>大変ん、ね、あんたが洗濯物入れてくれへんかったからや、ええー、加減にせえ、ということです。<laughs> わこれもついさっきの話でしょもうほんまさっきの話です。いやいやいや。そら忘れてたんやな。もうみんな。いやもう。忘れますかいや、そら忘れるて。忘れます。しいのに。<そっ> <laughs> お願いされますか金丸さん、奥さんから。いや、俺もそんなことなるから、絶対お願いされへん。わ <laughs> かってるんですね。<laughs> わかかってるらでもやっぱりどうしてもね出先やったら自分ができないこともあるじゃないですかじゃあちょっと頼むお願いっていうこともあるとは思うんですけどそれでも頼まれそれれでも頼まそうか子供にもよく言いますね言われたときにすぐしなさいって言っるのと一緒で言われたときにすぐせずにあ後でやろうかって言って忘れるんでしょうねでも気持ちわかります忘れるタイプです、結構私も。 まあ時間が経てばね、うん、もう最近違うこと考えたらすぐ忘れますもんね前のことね。 もう、年行ってたらな。何なんでしょうね、あれ。それとも、旅行行くやんか、毎月。ほんだら、もう夜中トイレ順番やもん、おっさん、おっさん同士で行ってるみたいなもんや。そんなことないんほら、便器下がってたよ、みたいな、とるしって。俺行くたんび、便器下がってるから。また、いつも行ってるわ、になるやん。同じ回数行ってるわ。いや、なすらそうだね。3回、四回。ん。で、いつの間にか、見たら、かかと痛い言うて、なんか変な歩き方してるわ。散歩行きすぎて。ああ、そうそう。散歩行きすぎても、かかかと痛い。 いいらしなあの、歩くとね、ま、ま、その、ランナーズハイではないですけど、気持ちよくなってくると、思ってる以上に歩きすぎて。そう、アロンくん連れて歩くやろ。で、アロンも下、アスファルト暑いから、あの、カバンに入れて、7キロしょって歩くから。それは大変です余計に。うん。うん。それはやっぱり足も痛なるわな。いや、なるだから、夫婦で伊豆高原なんか行って、二人でランチで、あの、アロンか、担いで、二人で歩いてたら、なんかほんま、 二人とも歩き方着てみたいなの、クスクス笑われてるのちゃうから、いいような。そんなことはないですけど、まあ、比較的ね、よく運動されてるじゃないですか。金子、うん、さんゴルフ行かれるし、うんでねで、奥さんもね、まあ、お二人ともサウナも行ってるし。うん、まあ、でも、やっぱり、歳とともに。<laughs> もうでも、こんだけ集まったらね、はいうん、もう絶対、あの、犬のこと考えて外出しちゃダメ。そうですね。ですね。アスファルトは絶対歩かしちゃダメ。うんうん もう公園まで、もう、かに入れて、公園でちょっと朝、朝歩かすぐらいないと。まあ、ちょっと芝生があったりとかね。そうそうそう。そういうところじゃないとね。うん、まあ、子供もそうですよ。うん、公園連れていけないですもん。んこの暑さは。熱中症心配ですよね。でもね、プールやな。はい。このようになったら。 プール連れて行ったら子供一日遊ぶや。そうですね。あとでもね、やっぱりね、最近、その商業施設もそうですけど、子供たちが遊ぶ用のスペースって結構いろんなところにできてて、まあもちろんお金はかかるんですけれども、まあ30分とか1時間とか、その、あの、風によって風船がいっぱい飛んだりとか、あと滑り台があったりとか、そういうところでいてたら、あの室内でもうキャッキャキャッキャ言うて遊ぶんで、 そまあ、それはそれで全然子供にとってストレスじゃないですけどね。うん。僕らはちっちゃい時にね、あの、子供のスペースが、僕らはもうあの、屋上で100円入れて。そうそう、昔はそうじゃないですか。そうやね。あんなの乗せるぐらいやから、チャリちんいっぱい持ってから、俺もタバコ吸いながら試合行く前、ずっと藤田の、あの、前のジャスコの屋上で子供を遊ばして。はい。うん。今はね、全然。そうやろな。中にいっぱいありますから。うん。だからまあ、そういう意味じゃはあの、安全ですよ。 確かにただまあまあでもやっぱり外で遊ばせてあげたいなっていう気持ちもあるんですけどっ時半プールもうでもね金曜日の朝羽田空港行ったら子連れがもう6時半であのにいっぱい沖縄行きも満員みんな行くって分かってて行く人すごいですよね本当にそうですよねいやすごいわこんな僕でも朝だから6時半の飛行機行ったらもう四時半に沖縄あかんからね タクシー呼ぶんでもう何でもこうして。ほ、はい、んなこの人らもう子供ちっちゃいのに、みんな4時半ぐらいに起きてこう来てんねんな、もっねで、駐車場もいっぱいなっていて、ね。いっぱいいっぱい。うん、もう今年の夏なんかだから、もっと人移動するのちゃいや移動すると思いますよ、ね、今年は。沖縄なんか今また葉っぱ来てるとか言いながらでもみんながお構いなしにやもんね。超超インやったね、まあ。まあだからちょっと気をつけながらなんですけどね。はい。続いてはこちらです。ええ加減にせん 神戸市から頂きました、はい、ラジオネーム哀愁の警備員さん、うん、今年の春金村さんに背中を押していただき人生初のゴルフを始めました、うん、仕事が忙しく昨日7月9日日曜日やっとコースデビューしました そこでついてくれた若い女性キャディさん。どう,うん、どうやら彼女もコースデビューらしく。えー、ドライバーを渡し間違える。うん、全員が打ち終わる前に移動を始める。うん、一番びっくりしたのは、グリーンまで何宿ですかという私の問いかけに対して、うん、お客様が思うより近いです。とか。<laughs> お客様が思うよりはちょっとだけ遠いです。意外に <laughs> はっきり数字を言わず、どちらとも取れる曖昧な返事。<laughs> 昼休憩の時、 ヤードって何ですかメートルと違うんですかと、フロントにひそひそ声で尋ねる、えー、ねている彼女を目撃しました。うん <laughs> えー、ちょっとひどくないですか <laughs> ご本人アルバイトだと言うてはりましたが、うん、なんぼなんでもほんまにええ加減です、うん、いや、でもね、人材不足なんはそうやで、ね。うん、どこのコースでもやっぱりキャディがタランタランって、はい、でもよく聞くもんあ<ー>まあ、ヤードとメートル分かってないってはちょっとね。うん でも正式に言えるいや、あの、ま、0.、0.9ぐらいですよね。分からへん、俺も。確か。に1メートルよりちょっと短いぐらいね。そうです。0.9。1とかなんかそれ。0.91。なるほどね。 コースデビューする前に、研修とかないんですかね、いやあどうなんでしょう、今、人手不足やから、もしかしたらそういうところを割愛して、じゃあ、いっとまあ昨日日曜日にね、日曜日なんか混んでるはずでしょでも今ね、正直ね、計測器みんな持ってるじゃないですか、だからもうそれをね、プロでも高低差つかんかったら見ていいんやから。でね、これ、揉めるんですよ、結局、キャディーさんが、例えば100ヤードって言って、100ヤードのクラブで打って大きかった時キャディー なってないですし。一番嫌なやつ。もうラインとかキャディにばっかり効かんと、お前が、お前の右手の力加減やねんから。ほんまに100ヤードとかって言う人いるんですよ。スライスして、えぇ、フックしたやんとか。お前の打ち方が引っ掛けとるねん。 それうちにお母ちゃん、キャディーやってたからね、もうキャディーには優しいのよ、昔なんか俺、キャディー、十歳十九ぐらいからゴルしてるから、昔のキャディーさんなんか、もヘッドカバー編んでくれたんやで、昔そういう時代あるよまた今度来たアンドあるよね、あ僕ね、僕はね、でもね、基本的にそんな言わないんですけど、もう、おせっかいに言ってくる人嫌いなんですよ、あんたここ初めてやろ、これな。 右に切れんで、あんま打ちすぎたかんでって、ほんまにその通りに言ったら全然違うんですよ。何言ってんねん、昔のあの、ベテラン、キャディなんか、お前まだこんな早いって、打球場行ってからおいでって怒られるんやで、お前。そう。昔の名門は。そう、まだここ来んの早いわって。そんな厳しい。だって、腕前が全然だったら、明らかに機嫌悪くなりまですよ。え、このレベルでここ来んのって。そうね。 で、メンバーさんにはすごい丁寧にするけど、もうヘッドカバーも全然そんなんも。これ間でもね、一つかでね、藤本朝子ちゃんのキャディーさんが、ハウスキャディーで、ものすごいおせっかいなキャディーで知ってるからね。知ってるからこそ教えてあげたい。近くに行ってグータッチしてからもう、違う同伴競技者のライン踏んでるって朝子ちゃんが、踏んでる踏んでるって怒ってたけどね。ちょっと興奮状態だったんですね。そうそうそう。まあでもあれはね、名誉なことでね、ハウスキャディーさんでそこに プロにっていうのはねただまあまあちょっとねでもねキャディーさんにはね優しくしましょうもう絶対気分ええから僕らがもう最初にね2000円か3000円をね鼻みに巻いて鼻み包んで昔やでこの話やっとくやでって母親に言われたことあるわ。 キャディーさんそんチップやの。終わってからよかったチップ渡すんじゃなくて、スタートの時これちょっと気持ちいいったまあポットポケット入れるから。返す人なんかおらへんか。ら今なんかよくそのいわゆる茶店というね、あの休憩のところで、あのキャディーさんの分のお茶とか。僕のあた大平洋はね、あのあの聞くね、あの子何が好きだ。大平屋の大平屋のった米。米。子供ねな言って。米米もあんで五キロとか。あら。ほんで県もあるしね。県有。

ねえ、やっぱり、ビール好きやったらビールさ、ね。そうそうそう、ビールね、あの、頼む人いますしね、うんうんそ。それやっといたら気分よてうやねんそう,そうそうそう。旅館でもそうやんか、そ気持ち心づけで最初に、うん、最初にぴょっとやった人に、ものすごい対応よんするやん、人間まあね。まあ、ねねな<あ>はい、ということで、お時間となりました。金村さん、今週一番印象に残った激おこ大賞を選んでください。それはもう、今、びちゃびちゃにパンツ捨てられたとはい。<笑>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 捨てられてないから自。自分で取りに行ってね。はい。い風に飛ばされて。はい イカリマルさんおめでとうございます。イカ,イカリマルさんには番組特選ひんやりグッズもお付けしますひ。ひとっぷろ浴びて忘れちゃえ さあ、あなたのええ加減にせ遠慮なく吐き出してください。採用された方には番組ステッカーをプレゼント。宛先はメール、いてまえ、アットマーク、m b s 1九7 9 c o m まで。番組公式ツイッターは、アットマーク、いてまえ、1179です。こちらでも受付します。ぜひフォローしていただき、ハッシュタグ、ええ加減とつけて呟いてください。以上、お便り、ええ加減にせいでした。金村よしやきの、ええ加減にせ世 AM1179 と FM906 の MBS ラジオからお送りしています毎週スポーツに関連したある世界の最新情報を紹介しながらみんなでワイワイおしゃべりしていこうというコーナーです本日はこちら金村さんと巡る地方球場の旅、えー、はい、えー、明日阪神が倉敷マスカットスタジアムでゲームを行うと。うんうん はい。えー、まあ、今でこそですね、えー、九州、東北、北海道にホームスタジアムを持つ九、えー、チームがね、はい、球団がありますけれども、うんうん、まあ、時代によっては、まあ、その地域に年に一度だけと、 いうプレー級の開催もね、うんえー、過去には数多くありました。あったね。特にパリーグは多かったね。はい、そうですね。うん、で、まあ、金村さんも選手時代、まあ、いろいろこう、日本のね、地方球場でもプレーされたと思いますけれども、うん、まあ、実際に当時のその印象、さらには、今のそのプレー級、ーね、うん、スケジュールでいくとどれだけの地方球場でゲームがあるのか、うんえー、その辺も含めてちょっと振り返りながらお話を進めていきたいと思います。なねうん、はい。 18球場で31試合、あ球31は結構少ないかなとは思うんですけどね、こ、うん、今年は日本ハムが新球場、エスコンフィールド、北海道で全ての主催試合を行うということなので、うんえー、金村さんの時代にもあった旭川、釧路、うん、帯広、は川ね、スタルヒン球場で、ねはいはい、そうですね、スタルヒンさんのね、うん、銅像があったりするす、ね、そうですね。えー この北海道のいわゆる地方球場の開催がないと。釧路もあったしね。小千市場あって。朝からみんな市場食べに行くのよ。ですよ二百円かな、百円か二百円で米買って一番中でこの醤油漬けとかいろ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 もう買ってどう引うても魚介類いろいろ引いてますね。でかでねホームラン打つとね。釧路なんかね僕一回打ってあの醤油漬け一キロ。一キロ。 あら。一キロ。あだんだんつ風なっていったんちゃうかな。<laughs> 朝からウニ丼も、はいはい、食ったり、もウニやエビやボタンエビや、ブワーのしてめっちゃ安くしてくれんねん。はい、うん。 や思い出すわ。あのね、ま、通風というので、ま、プリン体がね、皆さん気をつけてると思います。プリン体、やっぱりあのね、魚結構多いんで。多い多い。干物なんかもプリン体の塊やそうですね。とにかく、口の中入れて、美味しいって思うもんには全部プリン体。いやいやか、もうそれ先生に聞いたやん。先生何食べたらええの言ったら、口の中入れて、味気な、まず、 そういうもん。<laughs> もうど <laughs> んも出汁も入ってるからね。らうどんもだしも入ってるからね。おとかも、ね、うどん、うんはい、も、要素入ってるから。はい、うどんにね、ケーランは入ってないから。 うどんに、あの、卵の黄身落とし醤油かけて食べといたらとかう、はいはい、もう散々、現役の時美味しいもん食べてきたでしょ、はい、もう食べんでよろしいわ、と言われてな。<laughs> まあでもやっぱ北海道の海鮮ってちょっとやっぱ違いますもんね。もうどんな選手でも地方で一番人気は、もう北海道でこれ決まってんね、はいはい、もう全選手が口を揃えて、夏の北海道。はい、これはもう最高。 だからパリーグにしかない。そうですよね、いや、巨人も、北海道シリーズは、丸山球場で。で、巨人なんかはもうね、王さんの時なんか厳しかったら、外出禁止とかなるらしいよ。そんな地獄やんか、北海道で。まで行って外出禁止。外出禁止言ったらもう地獄やあら。僕らの時はね、もう、大木さんの時言ったらね、必ず一日は、札幌ビアガーデンで宴会。はい。 バスで2台で行って、一気飲み大会。<laughs> <laughs> そこ、審判団も来てんね、はいはい、審判団なんか横来て、お,お前とこ会おうか。<laughs> 一気一気言って、はい、みんなわーやって、ほんで、木さんも乗ってきたら、はい、お明日、 先発、ショート、三人ぐらいよう似たもんね。はい、もう、牧師、安達、吉田、言うていきの、一番早いやつ先発とかないそんなんで。<laughs> ほんで、一人が上がってくるて。はい、明日、北海道から二軍落ち、いう噂になって、はいはい、ピッチャーが、はい、品田、いうピッチャー上がってくるて。だ、はい、若手の時の今、ロッテの監督の吉井が、はい、あいつ酒飲まれへんね。はい、ほんで、この二軍に落とす候補にね、はい、入ってたと。 入ってるから、はい、うん、三人。まあ残りたいですよね、それはもう絶対1軍に残るから、うん、3人、あの、誰が一番、はい、あの、一気飲みで、早いやつ、はい、そのまま、うん、一番遅いのが2軍って。<laughs> ユーモアのある球団です、ね、団あのよ。吉井が飲んで、<laughs> 倒れよったもんな。はいはい、まあ、それ、まあ、そこまでしてでも北海道に残りたいっていう気持ちにさせる場所なわけですね。で食べるの空気がいいし、はい、湿度がないでしょ。あ、そうですね。カラッとしてますからね。カラッとしてるし、で向こうで飲む札幌ビールの美味しさ。はい、あ,あ,いい、ね、あなんでやろうサイパンで飲む、はい、あの、バドワイザーの美味しさと。はい 沖縄ののオリオンビールと向こううでのも全然違うもんな,、はい、なんかね雰囲気ね空気って大事ですよねはいで、えー、去年釧路のゲームはですね、えー、午後4時過ぎに日没コールドになったということでも話題になりましたで今年はですね広島ロッテも地方での主催試合がなしということで、えー、今年4月にですね岩手県盛岡市に新球場北銀ボールパーク、うんうん、岩手盛岡ボールパークがオープンしましてもうすでに楽天と巨人がそれぞれし 主催試合を行いました。佐賀県佐賀緑の森球場、はいうん、これは佐賀県立森林公園や球場なんですけれども、うん、14年ぶりに公式戦巨人戦が4月の19日に開催されましたまあいろいろね場所によってはあるんですが北海道東北で行くとまあ今。 紹介した岩手県の北銀ボールパーク、秋田県の小町スタジアム、山形県の、えラきらやかスタジアム。どこ、なんか、どの辺が一番印象残ってますか違う。いや、それは秋田県はね、解説で小町スタジアム本ったら、入り口にね、あの、横が秋田カントリーでて、海も近いしね。あ、海近いですね、秋田はね。本当にババヘラーいてね、あれか。 アイスクリーム知らんババヘラ知らないです秋田名物。ええ。ほんま、おばあちゃんがこう。ジェラートみたいな感じですジェラートみたいなアイスクリーム。伸びるやつですね。ヘラみたいな。で、ババヘラー言うね。ババーが売ってるから。いあそういうことだね。そういうことやね。なるほど。うん、ババヘラー言うてな。うん、それが売って、売ってたりね。へえ。まあ、お花を模した感じなんですね、元々そうそうそう僕らの時はね、あの、 こういう綺麗な球場じゃなくて、ヤバ製球場言ってね、もうそれこそ両翼88メーターぐらいの、もう亡くなられた門田博美さん、南海戦で行くと、門田さんとブライアンとのホームラン競争みたいな試合に、ノーガードの打ち合いみたいに、言いたりじゃなくても入りますもんね。そうそう、俺までホームラン打っちゃったりね、みんな、ホームラン稼ぎみたいな。 ね、で、米、試合前の米がうまいの、また、秋田小町の。大体、地方球場イコールね、球場はね、絶対やりやすい球場なんかないね。もう、グランド整備もガタガタやし、イレギュラーもするし、ただ、地方球場の楽しみに言ったら、 もう、地方の食べ物。はい。そうですね。ま、あの、阪神が結構、北陸三連戦をね。ああ、北陸な。まだあの、昔ですかね、当時、結構行ってたので。富山、金沢富山、福井、そう。なんですよ。で、金沢はもちろんね、海鮮をいです。富山はあの、白エビとかね、ね、いろいろ、ま、独自のものがあるので、そうなんですよ。で、ま、福井行って。福井、福井もなんか言うたれよ。福井、ま、そこは藤越さんに任しましょうね。福井もなんか言うたりであるって。あのね、背景。 卵うまいようになった鳥。あ、そうなんです、ね、<laughs> 焼き鳥消費量が一番福井県は多い。はいはい、あ,あ、そうなんですね。うん、ロケ行ったことあんねん。ええー。さっき秋吉って有名なチェーンってあるでしょ。はい。あ,あ,はい、あの、だから、自撮りと間違えるぐらい、はい、卵産むブロイラーっていうのは、はい、もううそれが卵うまいようになったら、うん、食すわけよ。はい。うん 肉が固くなって、だから地鶏と勘違いするぐらい。あなるほど、歯応えのある。で、僕はもうだから、鶏嫌いって何ってるやんか、そうですね。だから、福井行っても何にも面白くないです。まあ、いろんな食べ物はね。何にも面もろくない。ありますけれども、まあでも、いわゆる関東も東海も、さらには関西、中国、四国、九州、沖縄といろんなところでね。あるよ、草薙なんていつもね、東西大港とかやってたしね、静岡県。静岡。はい 静岡行くとね、わざわざ寿司食べに行ったりね、日本一のね、日本平にあんのよ、寿司屋が予約取れないいうけど、そういうとこ行ったり、もうとにかく食べるところをそうですね、やっぱりご当地をね、もうタクシードライバーに聞くか、今、テレ東でやってる番組なんか、あれ、俺が発案したのにな、タクシードライバーに聞いて、連れて行ってもらうんですね、一番おいしいとこ連れて行って、俺らはもういつも言ってた、でもちょっと提携してる時もあるじゃないですか。 確かに。風俗と提携してるとき困るよな。いやいや、そんなに誰も言ってないですそんな見せないそこはまだ食べてから、食べてから、まだ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 言って。時間の問題でもないと思うんですけどね。ただ、それは、あの、本当ね、今流行ってんのよ。はい。東京で。ええ。あの、タクシードライバー、美味しいとこ連れて行って言うの。あれ、俺ら本当にやってたもん。九州はでも結構ね、いろいろというのはうあのパリーフは、スポンサーがいなかったのよ、谷町さんが。はい。 連れて行ってくれる人がいない。そうそう。う地元で、ね。だから自分らで行かんと、はい。そうか。うん。そうすると誰が聞く言ったらタクシードライバーさんに、そうですね。どこ、どこがい、うん、一番美味しいとこどことか言って、うんうん、で、ラーメンやったらどことか聞くのが一番いいのよ、うん。まあ地元の方はね、よく知ってますもんね。うん、特にタクシードライバーやっぱり知ってるよ。はい、うん。うん えー、北九州とかね、うん、まあ佐賀はあれですけど、まあ、長崎ビッグエドとか。北九州もちっちゃい球場でね、はい、まあその当時は大木さんがね、北九州出身やったからも、大木さんの奥さんが寿司屋連れてくれたからね。 エラーした選手が連れて行ってっていうね。以前もお話しいただきましたが。はい。うん、まあやっぱり地方球場ならではの楽しみっていうのはやっぱり食べ物、食だなというところはあるんですけれども。うん、まあでもね、その最近綺麗な球場も増えてますし。増えてるよ。沖縄のセルバースタジアムなんかキャンプもやるし。はいはい、巨人がキャンプしてます、ね、ほんで、あのー、シーズン中もこの間もセーブ持ちゲームで行ってたしな。そ、はい、うでしたね。うん ね、沖縄の選手がそれだけ増えたから、そうなんですよ。沖縄出身のその選手来たらもう声援が違うもん。はい、西部日本ハムでね、うん、上原投手とかもね、日本ハムで。そうそう沖縄出身で投げてましたしね。うん、はい。さあ、タイガースは明日倉敷でゲームをするんですけれども。倉敷はキャンプをやってたよね。はい、昔そうです、ね、星野さんが倉敷出身やから、はい。はい、中日の時も秋季キャンプ連れて行かれるし、うん、はい。今度阪神の監督になったら阪神まで連れて行くから、ね。うん、ねうん、キャンプとかでね。 その倉敷マスカットスタジアムと昭和を代表する地方球場の平和台についてちょっといろいろ話していこうかなと思っております。倉敷はでもね、はい、解説で俺行った時昔ね、はい、阪神戦でやっぱりね、後ろで喧嘩ばっかりしてたもんな。え 年に回みんなしてファンあ結構ヒートアップしてるヒートアップして持ちだらけになってる人結構いたで毎年のようにやっぱりね客席も広いですし球場自体もかなり広いんですけれども1995年に開場したという倉敷マスカットスタジアムなんですがええ1万5000平方メートルを超えるグラウンド面積っていうのは国内でも最大規模特にこのファールゾーンが広いとそうそうこれが内野手一番いらんねんもうはい 追いかけなきゃいけない追あか,かんねん <laughs> うなんもう、風もあるし、必死 <laughs> に追いかけなきゃいけないで、阪神が定期的に公式戦の開催を行っておりまして、まあ,まあ大体毎年1試合は必ずクラシックに行っているとそうそう、でも阪急時代は、はい、阪急がいつも岡山市営球場でやってて、はい、岡山で、なるほどだから俺らあの、はい、たまにレンタカー借りて、はい、大阪で乗り捨てたりしたこともあったわけ で、2020年まで阪神のこの球場での戦いというのは25勝15敗、一分けと大きく勝ち越しておりまして、うん、2006年の秋季キャンプ初日に岡田昭信監督が非常に演技のいい球場と岡山の阪神ファンの前でえ話をしたということでございます。うんうん、第一次岡田政権の時ですね、うん。超前になるはい。で、えー、やっぱり地元の星、東初星野仙一さんゆかりの球場ということで、えー、倉敷市出身ですから、うん、え球場併設のスポーツ資料室 地元出身野球選手の記念品が展示されておりまして、星野監督のユニフォームなども展示されていると星野さんの個人の記念館もありま、はい、すからね。はいうん で、えー、川尻さんのノーヒットノーランはこの倉敷だったと。えー、1998年5月26日中日戦、え119、ー、打11者29人、えー、2つのフォアボール1打三振、エラー1つ、併殺1つということでノーヒットノーランを達成した川尻投手なんですが、うん、えー、後にこう話しておりまして、うん、実は前の日飲みすぎて二日酔いだったんだけれども、うん、試合前の練習で一汗かいたら一気に体が軽くなって、ベストコンディションで試合を迎えられる。<laughs> うん はい、でもちなみにこの、ね、地方球場でのノーヒットノーランっていうのは、2023年現在、この試合がやっぱり最新ということで、これ以降、出ていないと、はい、1998年。ジャイアンツの牧原も福岡の球場やもんな、はい、自分のホーム球場じゃなかった、ねはい、そうですね、あれ、完全試合は、今だからペイペイイドームですよねそうそう、ね、普段使う球場じゃないのにね、はい、ねカープが持って行ってた試合でやったもんなそういうことですね。はい で、えー、1999年7月27日、オールスターゲーム第3戦、倉敷で行われまして、えぇ、ー、2リーグ制発足50周年記念試合ということで、えー、開催されたんですが、雨の中のゲームとなりまして、えホームランとタイムリーで、えー、この試合のセリーグの全打点となる2打点を挙げた阪神の新庄選手が MVP に輝いた、うん、えー、この時、パシフィックリーグには1番松井和夫、3番一郎これかなホームシールしたの。 こここ違うこれはね、本ぼは違いますね、4番にタフィーローズ、うんえー、5番、中村紀弘などなど、はいえー、そうそうたるメンバーがいたんですが、1番、一番、サード、新庄でセ・リーグ出てますね。で、えー、岡山と言いますと、今は公式戦で使われていない岡山県営球場で非常に珍しい出来事がありまして。うんうん 1982年の広島阪神戦で突然停電しました、うんはい。何が原因かというと、蛇でした。<ー>はい、蛇が照明塔内に侵入しまして配線を噛みちぎったと,<ー>ということで、停電になったんです。うん でえー、ちなみに、その時打席、佐野選手だったんですが、うん、え真っ暗になった途端バッターボックスから逃げ出しまして、うん、えもうとにかく、なかなか普段のシーンでは見ないような状況なので、<laughs> 選手たちもどうしていいかわからないと。佐野さんって阪神のサーブですはい、阪神の佐野さんです。<ー> で広島が古澤さんですかね、えーうん、ピッチャー、古澤さんは、えー、投げたらえらいことになるっていうことで、ボールをしっかり握って、離さなかったと<あ><と>投げたら当たるしな、当たったらもう、はい、えらいこと、になるわな, <laughs>、はい、なんかこう、地方球場で金村さん、びっくりみたいなことってありましたびっくり びっくりな、はい、バッタが大量発生したことあったわな。どこですか試合できない。夜中やったんちゃうか。夜はい。うん、地方ならでは。うん、んでね、うん、もう、そんな地方行って練習するとこないのに、もう高校生じゃあるまいし、近くの公園でバットスイングさせられる、はい、じゃあ<ー>ジャージで <laughs> 勘弁してよ思いながら。<laughs> 一回でも阪神も、金沢で雨中止になった時に、星稜高校の室内練習場行ってますそんなんあるよ。秋田でもあったよ、俺ら。秋田、秋田警報台の、室内行って、え室内やなと思ってびっくりしたことあるはい。今立派ですからね。東北福祉大、仙台で雨の時は、福祉大の室内練習場借りたら、なんとお前、ゴルフのショートコースが横にあるし、すごい。アプローチ練習場あるし、ね。う 歴代の選手のこんな写真貼ってあるしね、そりゃ、東北も強くなるわ、思ったわ、室内練習場が近鉄の室内練習より豪華やから、高校とかのほうが、ちょっと残念ですね、残念やで、パ・リーグファンに愛された平和台、これからお話ししていきます。いやこれが夏もううろ肥料人工芝のね そうですか。で外人は紙タバコでチちチチッチ,ュチ,ュッチュやりよるし、チも臭いしな。はい <laughs> 1949年12月18日、冬のオープン戦の巨人対阪神戦でコケラ落としとなりました。1978年まではライオンズ。89年から92年まではホークスの本拠地。で、平和大で事件が起きたのは1952年7月16日、西鉄ライオンズ対毎日オリオンズの一戦。雨の試合で、えー、雨の影響で試合開始が予定の15時から2時間遅れました。当時ナイター設備がなかったのですが、間に合うだろうと踏んで試合は開始されましたが、試合 試合開始後、1時間の中断などがあり、ライオンズが5対4とリードして迎えた4回の裏、負けているオリオンズはわざと試合を送らせてノーゲームにしようという作戦に出ました。うん、取れるフライをわざと取らない。ピッチャーが必要に牽制球を投げるなど露骨な策だったんです。うん、これに対して西鉄のバッターもわざと三振して試合を早く進めようとしましたが、<laughs> 4回を終了したのが19時20分。 オリオンズ側が審判団にノーゲームを提案し、結局試合はノーゲームとなりました。が、その直後。 勝てたはずの試合をノーゲームにされた、ライオンズファンがグラウンドに乱入。観客の一人が累進を殴ったんです。うん、そしたら累進が、悪いのはあっちやと、オリオンズのベンチを指さしました。今度はオリオンズの選手に観客たちが襲いかかりまして、収集がつかなくなったため、機動隊3300人が動員されたという、1952年の事件。三 <laughs> 3 0 0人は出しすぎやろ。相当ですよ。相当やろ。はい。 ナイター照明が設置されたととといいうことでございます、うん、あともう1つラムネビン飛ぶ平和、うんはい、西武対阪急戦ではダブルヘッダーの第1試合が延長17回の末西鉄の敗戦 2>、うん、第2試合が消化できないと判断し第2試合の入場料金を払い戻さない代わりに、うん、ホームラン競争のエキシビションを行うと場内放送を行った途端怒った観客がグラウンドにラムネビンを投げ込んだと。うん、この事件は ラムネミン飛ぶ平和台として全国に報じられまして、観客のマナーの悪さを平和台一見の価値ありと揶揄されるまあ平和台はそういう、あの、はい、昔からったよ、ね、っまあ、口の毛の多い人たちあの、ロッテの金田監督をバスを囲んでしまったりとかね、張本さんがこう、フェンスをよじ登って <laughs>、こう、やりに行ったりとか、結構あったんよね。こも、えー、め事多かったんですね。うん 九州の荒くれンのファンが多かったみたいなんで、はいね、でもやっぱり野球をものすごくやっぱりあの西鉄、ねはい、ライオンズ黄金起用のね、はい、ライオンズを支えたファンだ,、うん、だから、大英を誘致してね、大阪球場からね。うん 南海ホークスの選手が行ってきますという杉浦さんの言葉とともに角田さんとか泣いてたもんな<ー>、うん、そのラストゲームが角田 VS 野茂ということで1992年の10月1日、えー、平和大の公式戦1904試合目となったラストゲームなんですけれども大栄のルーキー若,若田部投手が近鉄の野茂投手との投げ合いを1対0で制し10勝目を挙げました、うん、えまた不惑の大砲とも言われた角田選手の引退試合でもあり 3番 DH で先発出場初回の打席で速球をすべてフルスイングの空振り三振23年の現役生活にピリオドを打ったと金山さん、この試合はうんどうやろあんまり記憶にないですか1対0で阪急、えー、が勝つと、うん、あなるほどね大栄ですね大栄が勝つと、はい、いうことになります大栄と当時近鉄いたら、ねはい、もう福岡あの 福岡行くとね、はい、もうノーガードの打ち合いやってなんかその印象ありますね。もう8対7とかね、はい、9対とかね。えー、で狭いから、えー、僕でも場外ホームラン一本打ったことあるね、えー、山内隆則さんからね。はいうん ものすごい打ち下ろしになって飛ぶのよちょっと高台にあって神宮みたいな感じですかねそうそう打ち下ろしみたいなだから伝説なあれも大げさじゃなくな中西翔さんのライナーをねショートがジャンプしてそのままホームランになったのもまんざらじゃないかその平和台がなぜ平常したのかというと球場側がですねホークスを迎えるにあたって球場の階層工事をしていたところ球場の敷地の下に平安時代の遺跡が発見された遺跡出たらあかんね発掘 調査と歴史公園の整備がされることが決まってしまったということで4シーズンのみ使用してその後ホークスは福岡ドームに移転ということになりましたできた時はこんなとこでホームラン出てんのか思ったもんな福岡ドーム広かったフェンスがまた高いから上からみんなサイン帳とかの紐で下ろしよるから選手に渡すためら危ないぞ思うぐらいのフェンスの高さやったもんなうん まあ今やね、テラスができてホームランが出やすくなったもの,の、うん、今はホームランまた出やすくどこもしてるやろ、ね、っても、はい、大きい球場やったのにパリーグがまた、うん、やっぱりホームランは野球の花いうことで。狭くして。うんうんね、阪神も一時、はい、ラッキーゾーンもう一回とかいう話で,で話は出ましたけどね。うん、まあライトだけでもみたいなね、話はありましたけどね。うん、さあ、忘れてはいけない頑張ろう神戸の象徴といえば、今の名前でいくとホットモットフィールド神戸なんですけれども、うん、えー、まあ、いわゆるその、 ホームグラウンドとしては、準球場として使われていたというところもありまして、今だから今、オリックスだったら京セラがほとんどで、はい、ね、えー、ホットモットフィールドコープもそんなにでも先週やってたよね、はい、西武戦そうですね、うん、ありましたね、えー。天然芝、そして、えーまあ、いわゆるグラウンド全体が見渡しやすい客席ということなんですけれども、うん、会場は1988年ですか、最初の試合が1988年3月12日のオープン戦、阪神対阪急というオープン戦でした。うん、でネーミー グリーンスタジアム神戸がやっぱり頑張ろう、うん、神戸のね、うん、象徴ということで、非常に印象強いとは思うんですけれども、うん、あのその後と YahooBB スタジアムで、暫定名で神戸球場とか、あとスカイマークスタジアムとか、うん、いろんな名前が変わっております。今はホットモットモフィールド神戸でで<ー>それでいくと えっと、仙台の楽天の本拠地も名前がいっぱい変わってますが、これは楽天絡みでいろいろ変わってるというところなんです。ざっといくと、宮城球場からフルキャストスタジアム宮城、日本製紙クリネックススタジアム宮城、クリネックススタジアム宮城から楽天コボスタジアム宮城、うん、コボパーク宮城から楽天生命パーク宮城、楽天モバイルパーク宮城が現在の名前と。うん、はい。 こ,これでも大木さんなんか地下鉄で通ってたからね、<ー>10年とかやってて、えー、いつもあの新神戸のホテル住まいで、ね、あそこでお茶飲んで、15分、15分、大木さんがコーヒー飲む時間遅れてたら、流れ玉が当たってたっていう、はいね、その日やったもんな。<laughs> ほんで、マスコミ担当記者と一緒に地下鉄乗って、球場行って、はいうん まあこの球場もね、イチローのフリーバッティング楽しみやったな。あの、やっぱり、頑張ろう神戸ですから、1991年にオリックス・ブルーウェーブが本拠地を西宮球場からグリーンスタジアム神戸に移して、95年の阪神・淡路大震災、地元、神戸市出身の宮内オーナーが、こんなとき神戸を逃げ出して、何が市民球場だと、客は一人も来なくていいから、スケジュール通り絶対神戸でやれということで、神戸で開催を主張しまして、頑張ろう神戸につながったと。 そ,ういうそれでまた日本一までドラマやもんな、はいね、そう元気づけて日本一になったんやここで日本一にね、はいえー、日本シリーズを戦ったということなんですよ、はい、ということで今日は金村さんと巡る地方球場の旅をお届けしました「イッツ・ア・スポーツワールド」でした金村義明の映画化芸2 0 AM1179 と FM906 の MBS ラジオからお送りしています。ではメッセージご紹介します。横浜市からいただきましたラジオネームポテさんです。はい、え僕は2019年に見に行った日本ハム西部のくしろ帯広3連戦が一番印象に残っています。1<ー>戦目は球場までのタクシーの運転手さんが前の夜に え、栗山監督を乗せた話で盛り上がり、二戦目は両チーム乱打戦の結果、最後は森友哉選手の打球をセンター西川春樹選手が見失い、日没サスペンデッドという珍しい結末を迎えたことを覚えています。三<ー>戦目は帯広で外野席が芝生になっているのですが、僕の前で急におじいさんが芝生席から通路に滑り落ちていきました。しかし、そのおじいさん、どこかで見たことがあるなと思ったら鈴木宗夫さんでした。 <laughs> 試合はセーブが三連勝したカードでしたが試合内容とともに思い出がいっぱいのカードでした <laughs> 鈴木宗男さんどうしたんですか <laughs> 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 芝布石が通路に滑り落ちていったんですか <laughs> <laughs> そう、はい 演技悪いんやんか、お前、滑り落ちるとか、<laughs> ね、<ー>選挙をねどぶいた選挙の走りの人やろ、<laughs> それをお前、滑り落ちるって、お前、と言 <laughs> でも実際、滑り落ちていってるうかもしれないですよ、<laughs> 滑り落ちてる、落ちてるって、松山千春さんと一番長いのにそうですよね、うん、はい。ね リーチ北東美リーチとも。はい。<laughs> えー、続いてはこちら、高砂市からいただきました、ともくん5番さんです。えー、私の地元、金村さんも高校時代プレイした高砂市野球場ですが、うん、えー、2006年、兵庫県で開催された国体の公式野球大会、<お>高校野球の、すごかったですね。会場となりました。うん、うん。はい。逆が、えー。その年、 斉藤祐樹の早稲田実業と、うん、田中正宏の駒台と苫小牧が旧史に残る激闘を繰り広げ、なんと国体の決勝戦でも対戦。うん、普段はのんびりしている田舎の球場周辺は朝からすごい人でパニックとなっていました。うん、プロ野球でもオープン戦やウエスタンリーグがやってきて、現役当時のタイガース新城がスワローズ石井和久から満塁ホームランをかっ飛ばしました。うん まさか二人ともパリーグの監督として対戦することになるとは、びっくりですね、うん、と、ねうん。僕も覚えてるわ。JR 放電の駅からね。はい。日本三期って今、もうあの岩、岩、うん。はい。あれ爆、バーンって爆発させて、石をね。はいはいはい。あそこの石を姫路城にこう、持っていったとかいう話があって、えー、日本で三大、こう、石の町、三期ってこう書いてね。うん。それ、 えー、歩いてずっとね、放電から何分かな、ほんと、5 0円のバックかついて15分ぐらい行くと、9時やねんな。うん、で、試合終わって、またそこに帰ってきて、で、もう宝塚まで帰るのしんどいやんか。はい、で、放電の駅からずっと JR で、三宮で、も必ず途中下車して、はいはい 高砂球場の帰りは神戸サウナ入ってたな。<laughs> まあ、まあ、高校生とは思えないような感じですけどね。<laughs> はい、まあ、でもやっぱそうやっていろろなね、球場に思い出があるということで、こちらね、ストームバードさんは、<laughs> うんえー、地元球場の思い出、岡山県営球場です。倉敷マスカット球場ができて、プロ野球は使わなくなりましたが、<laughs> うん、昭和時代はタイガースが8月、市のロードで3連戦してました。<laughs> 外野は芝生、スタンドの椅子はコンクリートと、尻が冷える球場でした。<laughs> うん、優勝を逃した中中村阪神の時中田浩二さん がリリーフで投げて、岡山のタイガースファンは大喜びでしたよという。ね、中田さん。岡山はね、だから、カープとやると。カープのファンは結構。そうですね。確かに。今回は横浜でしょそうですね。圧倒的に阪神がホーム本番。この後はポチッとミニ枠です。夕方も、夕方もポチッとエムラジ。ええ、加減にせい。ウィークリースペシャル。 週替わりの月市企画をローテーションでお届けするこのお時間。今週はこちらのコーナー。みーちゃんのととのえサウナドンよっよっ 始まりました。<お>月に1回のこの企画。はい、もとにかくもうサウナが大好き。関西一、いや日本一のサウナタレントを目指す私、東大阪のサウナ姫こと、僕らが、はい。<laughs> サウナ好きの方にはもちろん、はい、あんまり興味がないという方に向けても、サウナの魅力を存分にお伝えし、もっともっと好きになってもらおうという企画でございます。<え>そんなサウナ姫が生まれた、あの場所に、 とんでもないのができたので今回取材させていただきました。サウナ姫言い出したし、なんかちょっと今日はいつもと違う感じですよ。とんでもないのができたって。前俺が言ってたやつじゃう機能できるっていうね。もう金村さんもアンテナを張っていたそうです。東大阪にとんでもないのができたので、今回は一回落ち着こうか。もう伝えたいことがいっぱいありすぎて一回落ち着こうサウナ姫。すみません。ということで本日はこちらです。

あ、まだ出てないんですてないこの夏、できるんですがえ、もうちょっとじゃないですかそうです。あの、できる日にちはまだ公開はしてないんですけどもう噂なってたもん、ごなってたもん。7月下旬にオープンするみたいでして、まあ、詳しい日にちは SNS で発表するみたいなんですけど、まあ、そちら、そちらがですね、花園温泉サウナクッカというところなんですね。はい。クッカー。クッカー。クッカー。K-U-K-K-A。はい。そのクッカーっていうのが、フィンランド語で、花っていう意味。 を指しているみたいで、まあ花園っていう言葉で、花園のね地名で花だと思います。うん、場所はですね東大阪花園ラグビー場から徒歩およそ10分のところにありまして、えとね。 東を、花、ドリーム21っていう。ああ、わかります。はい、はい、はい。駐車場があると、ね。はい、どこ山の方に。あ、山の方に行ったと,、はい、ったところです。じゃあ、だから国道の方そうです。ね。はい。はい。はい、なんか、ラガーマン来てそう。来てそう <laughs> <laughs>。でもね、ちょっとね、いわゆるラグビーの関係者は、東花園の駅から、花園ラグビー場までの道のところではないんですよ。今、このサウナができる場所は。うんうんうん、そうなんですよ。だいぶ こう、遠回りというか、ぐるっと行かなきゃいけないので。いや、でも行くやろ、そんなごっついのできたら。そうですね、確かにね。いやいやわ、そこで大うたら、えみっともない体と、ラガーマンとか大うたら俺もう、しゃべっすみすな来ますよ。カラムさん、す だ俺どっか神戸の方行こういやいやでもね、そんな風にわざわざ行かんでいいですからね。はい、心配ないです。それぐらい、はい、そんなラガーマンたちがいっぱい来ても大丈夫なぐらい、すごいサウナができたので、いろいろご紹介していきたいと思うんですけど。うん、だから、えっ、ー、と、いわゆる最寄りが、うん、最寄りが、新式、新式あって、そうです。はい、新式地下鉄中央線の新式利駅か、はい 近鉄の氷山へ行ってみましょうか。氷山ね。氷山ね。はい。で、車で行く場合は、うん、あの、東大阪の石切りに大きいドンキホーテがあるんですけど、ありますね。はい、そこを南にちょっと行ったところに、南が右でしょ右ですね。右,ってね右に行ったら、そう,そうそうそう。あの 左側にサウナクッカーさんがあるので、はい、もうすぐ大きいので分かるかと思います。うん、はい。なんとなく分かりますはい。はい、そのあたりにでっかいのができたんですけど、外観でいうとモスグレーカラーの建物で、敷地面積もやっぱり日本最大級ということで、かなり大きい広さの敷地面積でした。うん、で、まあ、そのクッカーっていうのはね、あのフィンランド語でお花というお話もさせていただいたんですけど、はい、花園温泉サウナクッカーはですね、とにかく、うん 大人、モダンな仕上がりになっております。美味しそうですね。違います。そのモダンじゃないです。ミックスモダンそのモダンじゃないです。まあ、その施設の入り口、1階からちょっとご紹介していきたいなと思うんですけど、エントランスを入ると、木を基調としたウッディな壁紙と、まあ、いい感じの照明の明るさになってまして。だいぶできてんねん。そうね。なんか今ね、そのできてるやん。 これは、インスタグラムですか公式の SNS。のね、はい。今見ながら喋ってるんですけど。うん。で、もうほぼほぼ今完成しておりまして、まだ、あの、なんかちょっと人も作業してる状態で今回お邪魔したんですけど、ま、入り口正面にある植物がですね、高級感を感じられたりとか、ま、その空間の真ん中には大きい木のオブジェがあって、ま、それを取り囲むように座れるようになってて、意外とね、いい感じの雰囲気になってる一階フロアでした。で、エントランスホールは、 花園食堂っていう、まあ、いわゆるフードコート、大きいフードコートがあって、うん、まあ、ツルトンタンさんが監修する食堂にもなっているので、うん、結構ね、サウナ飯もそうですけど、フードが今回かなり充実しているっていうことでした。うん、で、他にもドリンクカウンターとか、ボディリフレッシュルームがあるのが1階です。で、入館受付をしていただいて、2階に上がっていただくと、2階は更衣室と浴室のフロアになっております。うん、で、浴室に入るとですね、 結構私びっくりしたのが、かなり暗めだったんです、床もそうですし。大人もだね。そうです。壁も暗めですし、<ー>まあサウナとか温泉電気がついてないとかそういうわけじゃなくて電気がついてはいるんですけど、うん、かなり明るさ、音がてる間接照明みたいなたい子供もいけんねやろ子供も大丈夫です。あの結構ね、見えるは見えるんですけど、夜でも結構暗くなってるみたいで、うん、もうその理由としては、まあ、 温泉サウナって明るいイメージありますけど、やっぱり光が目に入ることによって人間ってちょっとでもやっぱストレスを感じてしまうみたいで、はい。なので今回温泉とかサウナにより集中していただくために、あの照明はあえて暗くしているっていうことでした。<ー>まあなんかデジタルス デトックスって今流行ってるじゃないですか。デジタルデトックスあのデジタルデトックスってスマートフォンの光とか SNS、まあインスタとかツイッターもそうですけど。まあ常にね、こう、いわゆるこうデジタルな画面を見てるから。うん、そうです、そうです。なので、まあよりそれを、まあ、遮断して、より、まあ、睡眠の質を上げていくっていう、そういうデトックスもあるので、まあ考え方としては、この、あえて大人モダンに。結構,結構暗いですよ。そうなんです。うん、結構暗いんですけど、うん、またその雰囲気も、あの、いい感じで楽しんでいただけ るのかなというふうに思いました。うん、あこちらがまあ浴室の感じだったりするんですけど。はい、まあ、そして、気になるのはやっぱり。驚愕の日本最大級のサウナ施設。うん、大丈夫。このスピードで言って、大丈夫。大丈夫です。もう、まだ、まだいっぱいあるんですよ。ああはい。まあね、二階の浴室には。 男女ともにメインサウナっていう大きいサウナ室があるんですけど、まあそれ一番大事ですよね。あるんですけど、まあ男湯にはセルフロウリュサウナ。ちょっとより暗めなサウナ室と、サウナ室も暗いの暗くなって暗いのどうですかいや、俺テレビ欲しいな。テレビね。ないんやろあるんです。一応、あの、液晶、 のテレビ画面ではないんですけど、うん、あの、プロジェクターで映し出して、テレビが見れるようになってるので、うん、一応テレビは見られるようにはなっています。うん、はい。で、女湯にはミストサウナがあるので、各浴室には2つサウナが設置されていて、うん、まあ本当に、あの、取材させていただいて驚いたのが、もうサウナ室の広さがとにかく広くって、メインサウナ、それぞれ男女、うん 40人前後は入れるようになってるんですよ。<ー>40人って金村さんめっちゃ多くないですか<え>昔三鷹クラブってもうなくなったけど、大きかったけどなぁ。4段、4段ぐらいですかね。4段ぐらいのもありますし、奥行きもありますし、うんうん、もうやっぱ混雑を避けられるので。ノベアの言うよりでかいなは,はい。広々とした空間で、うん、まあサウナ楽しんでいただけますし、はいはい、まあその分サウナでそんだけ人入るから、整いチェアも男女ともに10客は、 10客以上かなもっと配置予定ということでした。うんうん、これは整うのは外外気浴もできるんですか、はい、外気浴もできるようになっています。えー、外もですね、あの、やっぱりサウナ施設って、温泉ちょっとあるぐらいかなっていう、もうおまけ程度に温泉がついてるイメージだったんですけど、うんうん、ここは温泉もかなり充実してて、もう地下から美肌の湯と言われる温泉が湧き出てるので、うん かなりそのサウナだけじゃなくて温泉もえこれサウナの人はその温泉はどれぐらいど,どういう効果があるというか、うん、結構温泉もしっかり入りたいんですかそれともいやそれは入りたいあやっぱそうなんですね最後やっぱりサウナ出たり入ったりしながら温泉で閉めて水風呂水で閉めて寝るっていうね、はい、あなるほど、ね ゆざめ製はい、そうですね。ねうん、はい。なので、温泉ももちろん充実してますし、うん、あの、炭酸泉もめっちゃ広いスペースで作られてましたし。うんうん、炭酸泉が今、ブームやね。心臓に栄えってね、老廃物排出続い,にもい,いしで、水風呂もね、うん、結構広く作られていて、水深もしっかりあったので、ま、このサウナと水風呂って、 行って、その後、外気浴の整いスペース、その動線がかなり綺麗だったので、サウナ好きの方からしたらもうたまらないような空間になっておりました。うん、はい。でも本当無駄がないっていうのが、ここのサウナの魅力かなというふうに思いながら、ちょっと話を聞いてたんですけど、うん、私、てっきりね、これで終わりかなって、ちょっと思ったんですよ。 このサウナ施設、うん、も。立派ですけど。立派ですし、はいはい、もう十分これだけでもサウナ楽しめるなって思ってお話聞いてたら、うん、やっぱここで終わらないのが、日本最大級のサウナ施設です。うん、です実は、はい、さらにもう上、もう一階上、三、うん、階の上の階には、うん、日本最大級のサウナの楽園、うん、サウナクッカーがあるんですよ。 えここサウナクッカー違うの、うん、ね、もう3階がサウナクッカーと言われているところで、2階まではまた違う名前のサウナだったんですけど、3階はですね。うん、建物全体がサウナクッカーじゃなくてえっとね、名前はサウナクッカーっていう。うんうん 今出てたサウナ、花園置いて、また違う名前だったんですけど、うんうん、お店の名前はサウナクッカーなんですけど、一応、サウナクッカーというのは3階にあるサウナでして、3階はですね一応男女共用のサウナ施設でして、うん、ここは水着着用必須のところなんですよ、はい、男女で使っていただけるんですけど。 楽しそうですね。これはちょっと一気に金山さんもあれですよ。昔のエグザスみたいな、ピープルみたいな。そう。私、その、ね、その時は知らないんですけど、もう、ここはね、これから本当にすごいブームになる予感が。そう。知らんかったらそう言うとあかん。でもきっとね、素敵なとこだったと思うんです出会いがあるぞ、これ。そあるんです、きっと。これはでもまあね、え、これはサウナ、その3階は、 みんな行けるんですかそれともなんかこう会員制とかなんかそういうことではなくて会員制ではないんですけど、一応、中学生以上の方しか利用できない、はい、まあ大人な、ほうほうモダンなサウナ施設になっております下で入りながら上も行きますっていうので行けるんですねそうです、そうです,うです。下は、だから、下はフルチンで入ってて、上行くときは水行きなあかんいうことな、ね。そういうことです。はい、はい。そういうことなんです。<う>はい。で、今回ですね、3階にあるサウナ、ちょっと一番びっくりした。 うん、ところなんですけど、もうね、花園温泉サウナクッカの名前にもなっている一番大きなサウナ室はなんと、100人も収容できる超,超超超超巨大サウナ室なんですよ。えー、バイを一緒に水着で入るいうことい方がそうです。100人。100人ですよ。もう、一番端から端の人。 いや、いやそんなもんね。でもなんか、もね、でもそれもちょっとありえ。えー、え、そうですよね。全然歌っていいと思う。いやなんか気使いませんどここ。れどローニャクサウナ合コン。混浴。婚あ、幅広いね。ローニャク婚欲サウナ合コンなのやっ、ねうん、全然、その出会い。い何,何が何でも一つの名前しなくていいんですよ、別に。<笑><笑>で、実際にね、ここ見てみて。すごいな。 今度例えるとしたら、大学。せ、や学校悪いな、俺。あいつしょっちゅう水着で一人でウロ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 って言われた悪い誰とも、誰ともおらんとそんな頻繁には行かないじゃないですか、言てもね。そうね。あいつまた来てるぞ、みたいな。そうそまた水着でウロ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 うって。いや、でもね、ここ、ま、あその、巨大サウナ室もあるんですけど、他にも、あの、バレルサウナっていう、樽型のサウナ、 うん、もありますし、他にもいろいろあるんですけど、うん、ま、の話に戻ると、ま、巨大サウナ室では、まあ、今後は、ここで熱波師によるアウフギース体験や、サウナイベントも今後していくっていうことなので、もしかしたらそのサウナ合コンも、ちょっとありじゃないかなって思い、 まいやいや、その感じが、そこで待ち合うし、そうそうそう、ここ集まりはそうなるでしょうし、ね出会いが増えそうな場所にも、ラガーマン15人対ね、女子15人ぐらいで、だってラグビーチームやったら、これ、1チーム15人ですから、4チームぐらい入れるやん、5チームいけ、6チームいけ、ほの裸の付き合い、そこでスクラム組んだりな、いやいや、汗まみれで、汗まみれでスクラム組んで、一人一人の幅広いね、どうすんねん、これ。ールやな ックできたのそんなちょっとサウナ室ではね。それもう、<laughs> あの、中川家のレイジさん来てもらって、止めてもらってもらってもらってもらのサウナとてを出るとですね。すねまあ先ほどもらって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 もらバレルサウナが2棟も ありまして、まあ、昔一回ご紹介したことある、岡山の、あの、風サウナで、バレルサウナっていうのをご紹介したんですけど、大きい筒型の、樽型のサウナ、こちらも2棟 ご用意がありまして、ま、一等あるだけでも十分なんですけど、それが二頭もあるという豪華ぶりでした。こちらはですね、予約が必要なので、入りたいという方はぜひ予約していただいて。これバレルサウナはな、何がいいんですかバレルサウナ何がいい、うん、春みたいなって。そうですね。形が特徴的っていうだけですか、はい、でコストサウナみたいなもんな、はい、そうですね。なので、あの、 空気の循環、の湿,湿度の循環もいいですし、うん、まあ個室で楽しんでいただくということもでき、うん、ここは一応4名様で利用でき、最大4名様で利用できるので、うん、まあ2対2の合コンでもできますしで全部合コンに持っていくね。全部合コンに持っていけますし、うん、まあ本当にラグジュアリーな感じかなというふうに思いました。で、うん、水風呂もね、ここね、本当に広くて、うん、まあ2階にある水風呂もすごい広かったですけど、うん 三階の水風呂は、私が過去見てきた、水風呂の広さの、行を超えてたというか、もう本当にプールみたいになってて。うん、25メートルプールぐらいいや、そこまでではないですけど、気持ち、それぐらいあるぐらい。気持ち25メートル。大きい <laughs> 日本一広いって言ってもいいぐらいの広さじゃないかなというふうにまだみーちゃんが泳いじゃうの大の字になってるかもしれません。お尻がプカンと、あの、泳ぎをしちゃう。浮いちゃってるかもしれないです。<laughs> 泳げないからね。はい。浮いてると思います。で、またですね、その目の前には温水のジャグジーもありまして、うん、ま、ここ、ジャグジーは、あの、暖かいので、まあ、水風呂じゃなくてもこちらで、ま、ぼーっとすることもできますし、うん、ま、いろいろ贅沢な空間が揃っておりました。さらにさらにですね、うん まだ終わらないのが、うん、花園温泉サウナクッカさん。うん、今ご紹介したサウナの他にも、プライベートサウナがあともう8部屋完備されております。え、これ個室ってことですかこれがこれ、これも個室です。こちら、うんうん、4部屋が2人用、そしてもう4部屋が1人用のサウナ室になっておりまして、うん、2>, 2人用のプライベートサウナには水風呂も併設。 併設されていますし、うん、一応あの中三階に上がっていただくと、うんうん、またそこから。個室に入っていただくんですよ。うん、家族風呂みたいなもんやな。そうですね。うん、なので、本当に、本当にプライベート。大衆のみんなで行ける温泉も楽しめますし。その後、家族でプライベートの時間も楽しめるので。うんまあ、でも、二人か一人でしょうね。個室は。そうですね。うん、個室。あの、四人ぐらいで。うん 複数人楽しみたいという方は先ほどのバレルサウナ。うん、で、二<ー>人っきりとか、もう一人、一人で楽しみたいわっていう方にはこちらの個室サウナを利用していただければなと。個室はだからもう水着着なくていいんですよね、これは。一応ね。あ、3階は全部着なきゃいけないんですかでも、入ったら大丈夫です。あの、ポンチョも貸し出してくれるので。個室の中に入ってしまえばもう、はい。で、また一回外出るときには着ていただくということで。ほ、うん,、うんうん、んな個室の方がった体絵描いてる人なんかそこ入れるんじゃ まあ、どうなんそれがやっぱり周りの人に見られるようにそうですね。はい、そこもちょっと調べてみます。あ、でも、それも怖いな。なんかね。まあね、ちょっとそこもちょっと調べてみます。ね二人用、二人用のサウナでは水風呂が併設されておりまして。でも、コンプライアンスで赤思うでまあ、今だからそのサウナ事情がどうなのか。でも、全然わからない。 なとこが多いいのけ今ちょっとずつ大阪でポツポツできているところは。まあまあ、タッツーの若いものね。ねタッツーもあるからね。外国人も今ね、多いですから。うんうん、はい。で、一人用の方はですね、水風呂がちょっとなくてシャワーのみの、うん、あの、水風呂で楽しんでいただくということになります。で、ここ魅力的なのが、個室サウナに関してはですね、ブルートゥース、あの、 の接続が可能なので。音楽流せるんですね。そうなんです。音楽、お気に入りの音楽で楽しんでいただく。ちなみにみーちゃん何を流すんですか私はですね、いろいろこの前も試してみたんですけど、結局なんか曲かけてもリラックスできなかったので、あの、アプリでリラックス音楽とかで、なんかヒーリング効果のある音楽流したりとか、もうそのたまたまあのラジオも聞いてたので、ラジオ接続してラジオ聞きながら、 あの、入ることもできるので。太陽は罪なやつとか、そんな流さないですね。そんな流さないです。サザンオールスターズとか。流さないあいみょんやな。あいみょん。あいいですね。いもね、自分の好きな曲かけて自分の時間を楽しむことができるので、いろいろ楽しみ方がいろいろあるのかなと思います。あなたの両手を切り落として、私のポッケに入れてください。あいみょんのメジャーにはなっていない曲です。それ聞いてサウナ入れますあなたの心臓みたいなやつ。 ネックレスにしたいみたいな曲ですよね。ま <laughs> あなたの目をくり抜いて。ちょっと重めの歌詞なのね。でもねそれをもう最後は私の思い出しかない。早くに家に来いだ殺されに行くみたいな思いが。それ早く思い出言われても。こいのサウナで聞いてたらちょっと怖いです。そんな。まあでもね気にしなくていいですからそこもね好きな曲かけて聞いていただくてね楽しいことも。決んでけど。決戦でけど。何が何日何日オープンやのもう。 もう少し、いはい。もう少ししたら公開するみたいなので、うん、SNS でぜひチェックしていただきたいなと思います。今ご紹介したサウナすべて合わせると、うん、もナザの温泉サウナクッカにはですね、うん、14部屋もサウナ室があるということになるんですよ。うんうん、なので、ここまでたくさんあるサウナ施設は日本で唯一ここだけなんじゃないかなと思います。ねえ。うんうん、で、他にもですね。あえてオープンの時、ユートピア行こうかな。 ああ、なるほど。いてるあかあ、かもしれないですけど。を行くってことですを行くでも、あえて土曜の牛の時に、うなぎ屋行かないあたな。穴子食べる穴子食べるそういう感じですね。いや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 。でもね、あの、金村さんにぜひ来ていただきたいって言ってましたよ。あの、女の方も。なのでぜひ何階行きますかますえ何階行きますかもしよ、3階がんはこんな体で、お前、水着。こんな体で3階は行ったら、お前、もう。 でもね、せっかくなんで,なんでい,やいや、かく二んで階でもう端っこの方でボクサーど,どうですかみーちゃんオールスターズと三階に行くっていうのいいじゃないですかいやいや恥ずかしいわこの体を見せるのはもう、えー そうやったらまず脱毛して、ほんで、再来年までかかる時間かかりますね。いついつけるんですか。腹筋、鍛えて、やとバキバキにしてたん。こんだけ時間かかる。まあね、他にもですね、3階には、まあ、サウナにかけて37度カフェという名前のドリンクカウンターもありますので、まあ、サウナドリンクはもちろん、アルコールも注文できるので、サウナに入ってすぐビール飲めるので、こちらも楽しんでいただけるのかなと。これ時間いてもいいんですかそうですね今の ところ時間制限はなくてですね。なので本当に一日中楽しめますし、え、個室は時間制でしょう？個室は時間制です。そうですね。はいおそらくね、一時間とかクイックとかないのかな。どうなんですかね。僕でもね、今ね、最長いても二時間もようらへんのちゃうかなまあまあでもやっぱりね、女性の方がゆっくり過ごす方多いでしょうし、大体でも俺一時間で出るもんな。結構なんかやっぱサウナ業界サウナってやっぱ女性まだまだ。 行く人少ないみたいでそうそうそう男性は今ものすごいもう圧倒的に多いんですよね他にもですね休憩ルームもあるので漫画とか書籍ファッション誌も読めたりとかマッサージもあんねやろなマッサージもございます赤すりはねなかったと思います赤すりなくてリフレッシュルームマッサージのみだったと聞いてますね ということで、まあ、いろいろご紹介したんですけども、本当にね、サウナ好きにはたまらない空間でした。で、いろんな楽しみ方できますし、本当にお友達や恋人、家族と、まずは予約なしのサウナ。で、その次は予約してサウナを楽しんだりして、ま、何通りも、 サウナを味わうことができるので。確かにね。一度で全部楽しまなくてもねそうなんです。一回きりだけじゃなくてね。ま、いろんな時期、冬行ったりとか、夏行ったりとか、いろいろしていただきたいなと思いますし。本当に今回、あの、お邪魔した時に、本当にね、もうサウナ界の楽園に行ったかのようでした。で、利用料金と。ってけたよ。いやいや、本当にね。でした。もう本当にね、もう過呼吸なるぐらい、ちょっと感動しちゃって。いや。 もう、すごいすごいすごいって一人でなってたんですよ。お話聞いて。で、これ取材一人で行ったそうなの、一人で行ったんですよ。なわけない。なわけないよな。一人、一人です。なわけないじゃないですか。誰かと行きたいですけど、一人で行ってきました。うん、私もね、いつかいい,、うん、いい感じの人ができたら。二階に一人、二階に一人行っていうね。いやそ、なんでフロアで別の人と一緒に行くんですか。<laughs> うんうん、そんな人たらしじゃないんですよ。まあね、この、こちらの花園の温泉サウナークッカさん、利用料金や正式のオープン日については、近日中 に公式ツイッターやインスタグラムで発表予定なので、うん、ぜひフォローしてねチェックしていただけたらなと。そ,そこそこするやろなや。高い,いこれだけ。うんうん、でもね、私一応一応私だけ聞いてるんですけど。うんうんうん 思った以上に、こんだけのクオリティなのに、この値段なんでいいんですかっていう値段だったので。さすがそれは関西やな。さすがの、もう良心的な価格でした。なんと関東はやっぱりね、土地が高すぎるやろ。うね,ね。郊外行ったらまあ大きいけど、はいうん、人口が多いからうそうですね。もう芋払ってるみたいになるからな。ほんまに。 ね、いろいろ、あの、メールもちょっと届いてるので、ご紹介させていただきたいと思います。はい、こちら、八尾市の宮本ちゃんさんからいただきました、うんえー。サウナに入る前や、出てきた後に嗅ぐと、さらに精神的にリラックスできるような、うん、アロマ的な匂いってありますかという。 質問いいただります結結構構ああるよよなねさんどうですか、なんかつけたりしますか、上がった後とかにいやいや、つけへんけど、サウナでミストみたいなのあるやん。結構ね、フロントの横とかに置いてあったりするんですけど、私は最近、ちょっと自分へのご褒美に、クラランスっていうブランド、フランスのブランドなんですけど、のボディースプレーを。 ちょっと、いい値段した六6000円ぐらいしたんですけど、これめっちゃいい匂いで、ボディースプレー6000円もすんのボディースプレー。ご褒美で、かっちり買ってしまいました。もう、保湿もしてくれますし<ー>で、本当に、あの、海外のスポーツ選手とかも結構使ってるみたいで、<ー>あの、スポーツした後にも使える、 ネイマールとかですかもしかしたらネイマールもメッシももしかしたら使ってるかそれはいいと適当にしゃべってますけどでもいいのはシーブリーズのスパンラーがスッとするシャンプーも夏用のスッとするやつ置いてくれてるとこね結構今サウナブランドでいろいろ出してるところもあるので。 ま、一番、ね、もあの帽子とか、よう、マ帽子埋まってきよるのはみんな、ねね、若い子なぁ。はい、れこそ今治タオル生地のサウナハートとかめっちゃ飛ぶように売れてるみたいなので、いろいろね、結構、阪急とか阪神とかの百貨店のポップアップしてるところが多いので、うん、そういうところにもしかしたらアロマもね、置いてるかもしれないので、うん、ぜひチェックしていただきたいなと思います。うん、他にもですね、あの、 いろいろメールいただいてるんですけれども、今回はサウナピーポーさんっていうファッションブランドがこの度できましてですね、うん、そこのステッカーを今回プレゼントしたいなと思います。ということで今回メール一通しか読めなかったんでごめんなさい。宮本ちゃんさんにピーポーのシールプレゼントしたいなと思います。うん、ありがとうございます。はい。ということで次回も熱々のサウナ情報をお届けしたいと思います。以上、みーちゃんの整えサウナ道でした。 金村よしやきの a 加減にせ am 1179と fm 906の mbs ラジオからお送りしていますさあエンディングでございます、はい、プレゼント当選者の発表ですまずは先週タオルのつばめタオルとのコラボグッズ a、はい、加減に生タオルは横浜市ポテさん岡山県ストームバードさんですおめでとうございますおめでとうございます続いてみーちゃんによる本日のイラスト付き寄せ書きサイン式し当選者は 埼玉県の赤太郎さんでおめでとうございますおめでとうございますそして本日の放送も youtube でアーカイブ配信いたします、うん、明日火曜日18時予定です、えー、番組ツイッターでお知らせしますのでぜひチャンネル登録お願いいたしますさあメッセージご紹介しましょうこちらはですね、はい、え和歌山市からいただきましたうにこラジコさんです、うん、和歌山県民の私やはり思い出の球場といえば君寺球場です 近畿大会俺もやったね。君に寺はとにかく野球のみならず、僕らラグビーでもね。結構行きました。から <laughs> <ー>はいえー、和歌山で唯一プレー野球の試合が開催された実績があり、グラウンドは甲子園にも負けない大きさです。うん、初めて行ったのは小学生の頃のスーパーカー賞でした。うん、併設されている君に寺陸上競技場には中田翔選手が大阪桐院高校時代にこの球場で放った特大場外ホームランボールが展示されています。<ー>推定飛距離188メートル。 金属バット、すごいね、それぞれね、えー、いろんなあ懐かしの球場というのはございますが、はいえー、こちらはですね日南市からいただきました、宮崎は今日も晴れだったさん。はい えー、今度の日曜日のナイターを宮崎から家族三人で甲子園球場に見に行くのですが観戦のポイントとかおすすめの飲食メニューなどありましたら教えていただけましたらありがたいです甲子園の飲食のおすすめメニュー、はい、甲子園球場の中,、まあ、中でもいいですし終わってからそうですね焼き鳥も美味しいですしね甲子園球場への観戦は三十数年ぶりなのでよろしくお願いします30数年ぶりやったらね、はい、もうあの醤油のああいう屋台とかないもんな、はい、あそうですね球場の周りな あ今、いまだにやっぱり焼き鳥はね、だんご焼き鳥は有名ですけど、どうですか、こかますあ中で食べることあんまりないですよね。食べるこないけど、の見に来たチケット取ってあげてくる人らは、みんなの前のショップで買って入るいうね。 何や、スーパー。ああ、コロワでね。うん。コロワの地下でいろいろ買って。そうそう、地下でね。いい物とかねあの、カツ丼どうですかね大盛りのカツ丼。いや、食べたことない。球場の近くのね。食べたことない。昔あったね、うどんはね、美味しいうどん屋ったのよ。ああ、あったのよ。昔ね、あそこちょっと、蕎麦いとか、蕎麦よし。蕎麦よしなくなったんですよ。移転したんですよ。寂しいな。まあ、あの、ララポート行ったらフードコートもいろいろあるし。あるしね。まあまあ、あの、甲子園の中だけじゃなくて。早めに行ってうろうろしたらどうそうですね。 子供もいるならララポートあるしそこレストランもいっぱいあるしちょっと反対いった福本さんのバーもあるし中ではやっぱり風月のお好み焼き焼きそばありますからね俺ねキャベツ好きやね風月もね結構人気で選手プロデュースのメニューもいっぱいありますからすぐ完売になっちゃいますね事前に調べて好きな選手なのか食べたい選手コラボメニューなのかいろいろ調べてから行くと。 日じゃなかなかねそうですね本当は500は言いたいところやけどねまあでも実は今日行ってきてう構内縁やのに行ってきて大丈夫でしたか辛いし痛いしもううまいし訳分かれへんうまいし辛いし痛いし複雑な感情が続いてますしもう汗たくでということでここまでのお相手は金村佳明と MBS アナウンサー井上正夫とアシスタントの福良美えでしたまた来週 さんことふくらみえです最後まで聞いてくれてありがとうございました今回も楽しく聴いていただけましたかチャンネル登録といいねの高評価よろしくお願いしますみーはー